恋愛に役立つゆるふわな番組、今日第200回ですね。はい、はい、録画したのは2022年の7月14日です。僕の社名はグッドの博士で、主に女性向けの恋愛指南書を10冊以上書いてます。今日ご一緒してくださるのはあかりさんです。あかりです。今日もですね、2人の近況のレターとあかりさんの質問に行って、今週のニュースに行って、他のコーナーをしていきます。なおゆるふわな番組のスポンサーはカツオさんとエリンさん、そして匿名さんです。あと、あの恋愛ユニバーシティの電話相談してください。一応ね、あ、博士やっぱり切れてますね。はい、じゃあ、あかりさん近況ありますか。はい、近況と思っちゃったんだからが一緒になって、あ、いいですよ、うん、あのラジオのテレフォン人生相談を聞くので、ありますね、うん、あの半世紀ぐらい続いてるやつ、はい、でそれを聞くのにハマってて、うん、あのこう他人の人生を俯瞰して見れるじゃないですか、あれ。まあね、まあ俯瞰ないか、うん、俯瞰、うん、なんかまあ一部見れますよね、はい、一部見れて、でなんかそれ聞いて、まあ、あのなんか YouTube とかにこう過去のが、うん、過去の相談がアーカイブで上がってるチャンネルとかがあって、うん、ありそうですね。あ、背景に音楽とか流れるんですけど、うん、著作権があるからで、行こうとね。でもそれも聞い、もうすごいハマっちゃっていろいろ聞いちゃって、うん、でそしたらあの博士が前回話したこう本当に人ってあの少ない情報と衝動と遺伝的な因果律で、うん、こう人生の選択をしているんだなって思って。なんかありますか、その具体的な話。え、具体的な話、なんかこのエピソードでこう思ったみたいな。いや、なんかこう、まあなんか、まあ、結構多くの人がこう離婚を考えてる人とか、うんまあ、人生相談だからやっぱりこう、はい、旦那さんの浮気で悩んでるとか、うん、こう離婚したけど子供のこと、子供どっちが引き取るかで悩んでるとか、そういうことで相談してくる人が多くて、はい、まあ、子供が引きこもっちゃってるとか、はい、なんかそれで、いや、なんかこう、こううん、なんかまあこう客観的に見てると、うん、いや最初からそういう人を結婚相手に選ぶのが間違ってるじゃんって思うんですけど、はいはい、うん、なんかこう、まあ、今生き男性みたいな人だったり、うん、なるほどね、うん、だからまあ本当で、そしたらあの相談に乗る先生が絶対、うん、あのなんかほぼ全員が恋愛結婚ですかって聞くんですよ、はい、相談者なんか聞くから、うん、あ、恋愛ですってほとんどの人がそう答えて、でそしたら先生がなるほどねって言うんですよ、うん、あ、その裏に何かを見たんだ、なるほどねみたいな、なるほどねっていうか、一瞬の感情で選んじゃったんですよ、ね、そう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 、だからで一目惚れですかって言って、あ、お互い一目惚れですでしたって言ったりして、うん、なるほどねとか言ってて、うん、なるほどね、なんか、うん、そうそうそう、うん、面白い、だからそういう傾向が見えてきて、いっぱい聞いてると、うん、だから面白い、うん、先生の好みあります？この先生が好きみたいな。あ、あります、あります。誰ですか？え、なんか、大石先生だったかな。女性？女性。ああ。マドモアゼル愛さんとかいますか？あ、好きです、好きです。マドモアゼル。大石。ああ、はあ。大石ですよね。石が入ってる人。待って。あ、はい。ラジオ人生相談か。ラジオ人生相談。日本放送。はいはいはい。何時からですか。午前、平日11時から12時20分。1965年からやってるらしいですよ。もう半世紀やってて。はい。でそれであのあ、すみません、大石じゃなかった、失礼しました、三石由紀子っていう先生が私はすごく好き、あとマドモアゼル愛先生も好き、マドモアゼル愛ってすごいよね、名前が、うん、すごい、男性、マドモアゼルとか言いながらおじさんですからね、男性のマドモアゼル意味分かって使ってるのかなと思っちゃったけどあと大原恵子さんも好き、大原恵子、うん、あと幼児教育研究家、うん、なんかあの人辞めたのかな、あの心理学者の本いっぱい出してる人がいたんだけど、誰ですか、ね、有名な人ですけどね、待って、心理学、この中にいます、最近聞いてないんだよな、あ、そうか、心理学、精神医科は会話いますけど、
本いっぱい出してる人なんですけどね。なんとか泰造、加藤泰造みたいな。あー、なんかアーカイブで見たかもしれない、うん、あ、加藤先生聞く側で出てますよ、あの司会側。あ、司会になあ、司会か、うん、そうね。加藤先生もすごいですよね。加藤先生って言うんですか。加藤先生じゃなくて加藤先生。わかんない。加藤泰造って本いっぱい出してて、あ、この人パーソナリティで出てる。あ、そうなんだね、うん、この人も結構きついこと言いますよね。うん、まあ、本質をつきますよね。あの相談に答える回答者の先生に変わる前に加藤先生が解決しちゃったりするね、うん、あ、そうね。でもこの人もすごい、うん、なるほど、わかります、はい、面白いかも。 あと中川淳先生と大迫恵美子先生も好きです。あ、すいません、しゃべりすぎ。あ、で弁護士ね。そうそうそう、うん。あ、で思っちゃったのが、はい、こう博士回答者の先生になればいいのにって思っちゃった。まあそれ楽しそうですよね、うんうん、はい、じゃあ次行きます。はい、すいません。じゃ、僕の近況は指輪をなくしちゃったんですよ。なくしたんですか。いや、2日ぐらいない。え、いや、あのね、朝起きて、なんか結婚指輪なんですけれど、はい、朝起きてなんか2日前ぐらいの朝に、はい、見たら、あれないと思って。え、寝てる間に亡くなっちゃった。いや、どこで亡くなったかさっぱり覚えてない、気づいたらない。まあだから今探してるんですけど。え、寝る前はあったとかそんなのも。いや、この辺が痒くて、昔から時々こう外してここにつけたりとか、なんか別の指につけたりしてるんですけど。あ、そうだったんですね。あ、ずっとつけてるわけじゃない。まあここ結婚してから 15、6 年経つんだけれども、2、3回どっか行ったことあるんで。でも必ず見つかるんですけど、はい、まあ困りましたねっていう。困りましたね。のがありますね。あの100円ショップとかで似たやつこうつけといてごまかそうと思ったけど、ないですね、やっぱり。ないですね。なんか言われました奥さんに。まだバレてないのか、ちょっとこう手隠しながらあの動いてますから僕。朝ごはんとか。そう、朝食もこう。で見つかれば。どうするんですかそれ。見つからずに、あ、違う、妻にバレる前に指戻しておけばいいわけですもんね。はい、確かに、うん、あれどうしたのって言われる前に。言われたらもう謝るしかないですよね。でそれでなんかその帽子もなくしたんですよ。あ、最近帽子なくして、はい、帽子のなんか日差しが強いんで帽子買って。暑いですね。うん、であとなんだかな、もう一個なくしたんだよな、帽子と、あ、レインコートと。はいはい、指輪をなくして、はい、あれと思ったんですよ。はい、なんか急にバババってなくしたなと思ったんですけど、あの今朝、ま、あの急遽なんていうか行く、普段行くところに行かずに別のところに行ったら、はい、そこにあったんですよね、帽子は。うーん、でレインコートはなんかそれも別のところにあったんです。その家の中の、はいはい、なんか乱雑に置いてあるある場所を見たらあったんですよ。だから、まあ、次指輪が見つかる番だなっていう。なるほど。指輪ちっちゃいからね。いや、じゃあ次いきますか。はい、はい、あかりの質問、はい、あかりさんの質問を取り上げます。はい、はい、博士の聞き上手についての質問、じゃあこれはあかりさんに読んでもらえますか。あ、はい、はい、じゃあ書いてますね、はい、博士の聞き上手過去人心掌握術についての質問です。で、1、博士はなぜそんなに聞き上手なのでしょうか。聞くことが大事だと気づいたきっかけは、どうやって聞き上手になりましたか。はい、じゃあ1番目の、なんでそんなに聞き上手なのかと。はい、聞き上手ですか。うん、どうして。みんな言ってる。みんなって誰です。あ、みんなっていうか、ある恋愛ユニバーシティの先生が、ああ先生たちがね、あの博士はすごい聞き上手だって言ってました。なるほど。いや、それは先生たちが、うん、で僕のことをなんていうか、まあその例えば恋愛相談する人にしろ何にしろ、うん、まあ、僕の理論をフォローしてる人たちだし、はいはいはい、その僕の悪口ってあんまり言わない方がいいじゃん。まあそうですけど、だから言ってんじゃないってのもありますよね。でも心から言ってましたよ。あ、言ってました、うん、まあまずプライベートで話してないですよね、ほとんどの場合。僕仕事で話してるんですよ。うん、あ、そっか。
だからあの仕事で話した時はお金もらってるわけですよ。あ、まあ1時間3万3000円ですかね、はいはいはい、クソ高いっていうか、すごい高い、はい、そしでしかもそれはどうしてその人たちが相談してるかっていうと、解決したいからじゃないですか。そうですね、うん、なんで、聞き上手にならないと聞き出せないですよね。うん、そうですね。あのそうだから、しかもあの相談してくる方々は、うん、僕のこと知ってるんですよ。じゃないと高いお金払ってお金相談しないんで、うん、ということは向こうも聞くモードになってるんですよね。はいはい、だからそれは聞き上手っぽくなるなと思いますよ。それが普段のなんかその辺の何でしょう、パーティーでパッて隣にあった人に対して聞き上手かどうかは分からない、はい、あそっか。え、プライベートの時はあんまり意識はしてないですか、聞き上手。プライベートであんまり人と話さない。家族とも、家族は勝手にいっぱい向こうが喋ってる。あ、向こうがいっぱい喋ってる。そう、子供たちがいろんなこと好き勝手に喋ってるそれはうんうんって言って聞いてるんですよね。そうね。ああ、はいはい、はい、聞き上手はなぜモテるのでしょうか。はい、なんで聞き上手がモテるって知ってるんですか。これ自分の実体験なんですけど、うん、あのすごくこう落ち込んでた悩んでる時に、うん、もうとにかく聞いてもらったら好きになっちゃうんだなってこと、実体験で、で、私もでそれでちょっと大人になって、そういう体験が子供の時にいっぱいあって、で大人になって、まあ、本当に悩んでる年下の子の話をもうとことんこう口を挟まずに聞いてあげたら、うん、もうすごい慕ってくれるようになるっていう。女性、女の子です。ああ、はい、じゃあ人間にモテるっていう意味。男性でも男性でも。ああ、うん、じゃあ僕はこう言いましょうかね。はい、お願いします、まあ、これメモしたことを読みながら言うと、はい、人は自分の脳みそから抜け出せないと。うん、毎日考えてること、毎日考えてることは自分のことだけですね。はいはい、他の人にはまるで興味がない。はい、っていうのはわかります。そう思います。わかります、わかります。しかもその自覚が全くない人がほとんどなんですよ。うん、で、相手もその自分の中で相手も自分にかなり興味を持っているだろうなと思っちゃってます。うん、例えばあかりさんは、まあ、僕だった時に。はい、僕があかりさんのことを、まあ、それなりに考えてると思いがちなんですよ。あ、つまりその、うん、まあ、私は何々ってことはこういうことがあったけど、うん、博士今頃心配してるのかなとか、あるいは何だろう、話題としては、自分に絡んだ僕の話題をしがちだったりとかするんですよ。あ、分かりますか、ね、そうかもしれない、うん、久しぶりに会った人は何してたんですかって聞いて話すると、僕はこんなことがありましたっていう話って、うん、彼絡みの僕のことだったりする。つまりそのみんなね、自分のことを 99% ぐらい考えてて、他の人は 1% なんだけれども、うん、他の人たちは少なくとも 1% とじゃないだろうと思ってるんですよね、はい、僕はあかりさんのことを考えてるのは多分 1% ぐらいで、うん、そうですよね、そうじゃないだろうって無意識に思ってる、もうちょい考えてるだろうって、あ、っていうのがありますから。だから会話ってほとんどお互い自分の話をしてるだけなんですよね。わかります、わかります。はい、で、だからなんだろう、まあまあこれもよく言う話だけど、例えば、旅行で北海道に行ったんですよって誰か話した時に、はいはい、北海道に住んでる人が、住んでたことがある人がいたら、絶対その、はい、いや僕北海道に住んでたことがあるんですよって言っちゃうんですよね。うん、それは北海道って話題をしてるけど、お互いに自分の話をしてるんですよ、はいはいはい、で自分の話をしてるだけなんで、実は会話してるようで、なんていうかお互いが自己主張してるだけで聞いてないんですよね。うーん、で北海道で、まあ、このなんか海鮮物が美味しかったんですよ。うん、あ、そうだよねと、はい、なんだっけ、小樽に行くとめちゃくちゃ美味しいものがあるんだよっていうのもお互いに自分の話してるだけなんですよ。はいはいはい、はい、うん、はい、で聞き上手っていうのはそうじゃないと、相手の心の中に入り込んでって、うん、相手の興味や関心に興味を持つんで、相手がその北海道に行ったんだよって言ったら、どんな感じだったのと、自分が北海道に住んでたとしても、うん、まずそっちを掘り下げますね。へ、はい、でそういうことをして、彼の、まあ、世界観とか彼の関心とか興味とか、まあ、あらゆることを彼に寄り添っていくと、相手に寄り添っていくと、まあ、話が盛り上がり、しかもなんか僕のこと分かってるなになるんで、はいはいはい、そんな人は世の中にいないって話をさっきしたじゃないですか、はい、だからモテる。あ、そういうこ
わかりますか。わかります、うん、じゃあ次行きますか、はい。聞き上手になるポイントはありますかと。これはその人、まあ、これは昔から言われていることですが、はい、その人の関心事に関心を持つと、うん、まあ、その人に関心を持つし、うん、その人の価値観を自分の価値観にする、うん、その人の立場をその人の主観で受け入れる。例えばその人が、なんだろうな、コンビニの店員だとしたら、うん、コンビニの店員の立場で考える、うんうんうん、それは忙しかったら温かいものと冷たいものを一緒に袋に入れることもあるでしょうみたいな、うんうんうん、なんか、まあ、そういうなんか最近は何でしょうね、QR コードを auPay とかね、 PayPay とかいろんなものが出たし、うんうん、荷物もなんかいろいろ面倒くさい作業が増えていると、うん、なんかそんなことを多分すごい感じているだろうなっていうふうにならないといけないんですよ、うんうん、でそうすると、でそれでその人の辛さとかストレスを共感する、ストレスに対して共感する、うん、もう辛いとかストレスってすごい頭の中でいっぱいになるんで、はいはい、それを共感する。あ、うん、共感ね、うん、はい。その人を評価しない、うん、評価するっていう時点で自分の視点ですもんね、うんうん、でその人の合理性、その人の能力、その人そのものになって考える、うん、ってことをすると聞き上手になれる。わかりますか、はい、いや、なかなかエネルギーがいるなって。いる、疲れます、うん、疲れますよね、疲れます、うん、疲れる。だからこれいただきます。あ、私もだからその人間関係が、すごい上手な人は多分一人が好きなんじゃないかなと思っちゃう。ああ、分かる、なるほど。で友達が多いとか言って、私って言って誰かを想定してで、私友達が多いのよとか言ってくる人がいたとしたら、それ実は友達向こう思ってなくて、はい、なんか人間関係にストレスを感じない人って友達を作るのが好きなんですよね、うん、と僕は思ってるんですよ。まあ皮膚に決めつけて言うならば、そういう人は人間、友達がいっぱいいるっていう人は実は友達はあまりいないと思ってて、自分は友達と思ってるけど向こうは思ってないっていう、その一人一人の人間関係にストレスを感じないんで、そうさっき言ったの相手の立場に立つとかいろんなことをすいませんしないから簡単にこう友達になれる、うん、ってわかりますかね。しないから友達になる。僕は友達が多いんだよとかいう人は、うん、友達がいっぱいいてもそこをなんていうかストレスに感じないんでいくらでも持てると、友達をね。うーん、それ察する能力の高さ低いってこと、はい、低い人が友達が多い。やっぱりそうなんだ、はい、うん、確かに。彼は、そか、はい、はい、うん、次行くと、うん、人の話を聞く上でやってはいけないことはありますか。これはまあいっぱいありますね。まあアドバイスはしないっていうね。ああ、そうですね、はい。でも僕はアドバイスをするのが仕事じゃないですか。そうですね。だからめちゃくちゃ大変ですよね、はい、それから決めつけない。うん、うん、関連付けられる話を思いついてもその話をしない。さっきの北海道の話ね。つまり自分が住んでいたとしてもその話をしない。うん、はい、相手をバカにしてはいけない。あ、バカにしがちなんだよな結構みんな。はい、相手に嫌悪感を持ってはいけない。それで言語外の表現ってあるんですけど、うなずくとか、はいはい、首を横に振るとか、はいはい、顔をしかめるとか、はいはい、それももう喋ってると一緒なんで、はい、それも今言ったことを気をつけるんですよ。え、あんまり顔表情は決めつけてるっていう表情があるんですよ。へー、あるいは、なんだろう、相手をバカにしてるっていう表情があるですよ。あ、分かる気がしますけど、それもしちゃいけないってことですね。うん、その言葉だけでするんじゃなくて、うんうん、態度でもそれをしてはいけない、うん、あ、分かりました、うん、そっか。いや、なんか難しいな、うん、難しいですね。すごくエネルギーすごくエネルギーがいりますね、うん、そっか。だから相談者がいたとしたら、はい、まず信頼関係を築かないといけないですよね。うん、で相談した人に正しいことを言う場合、うん、まあ、受け入れるモードになってれば、はい、その通りですねってなるけど、うん、それは分かってるけどできないんだよとか、うん、いや、それちょっと私のこと分かってないなくて言ってませんかっていう場合は、うん、もうそれされるともうブロックしてくるんですよね向こうは。あ、はい、分かる、うん、だから実際に自分が正しいと信じてることなんだけれども、それを言う場合も
相手がそれを受けてどう感じるかが重要なので、うん、まずは聞いて、うん、理解して、うん、でこうちょっとこう話してみてそのリアクションを見ながら、うん、あ理解してるのかなとかいやちょっとこう疑ってるのかなとか、うん、なんか裏にもう一個隠してることがあるのかなとか見定めながら話を進めていかないといけないんですよね、うん、そうだから正しいことを知っててもできない人もいるわけですよ、うん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 、でこれはまだ1対1の関係なんで、うん、まだいい、うんうん、あの難しいなといつも思うのが中間管理職ですね。あ板挟み板挟み、うん、あの部下の心をつかむためにいろいろ話を聞いてあげて分かるよって言ってあげると、はい、それを上司に伝えに行くと上司はお前部下を先導してるなっていうことになるし、上司の言うことを聞いてなるほどそうですねって言ってると部下がなんか裏切り者と、はい、で両方の言うこと聞いちゃうとお前はどっちの味方なんだっていう、そう、で本当中間管理職大変だなっていうね、はあ、まあそれでもやり方はあるんですけどね。どうやるんですか、どうやるんですか、それどう、そういうセミナー僕やってるんですよね。へえ、あ、やってたというか企業向けの組織、組織論か、ね、組織論、へえ、それだから個人のやり取りよりもずっと難しいんで、ね、さっき言ったようにそのどちらかの心をつかむとどちらかの心が離れると、うん、そうですね、まあ、一つ思うのが、うん、あの人間って、うん、あのまあ、ネットワーク理論って聞いたことありますか。あ、はい、名前は聞いたことあります、はい、どういう理論ですか、分かる感じ、雰囲気の、ネットワーク理論ですよね、うん、名前しか聞いたことないだったら名前しか聞いてなくて、うん、内容覚えてないです、すいません、 OK、 はい、人と人とはつながってると、はい、でもあの本当は数学上の理論だったんですけど、まあ、それは生物学とかいろんなところに人がこれ面白いねと思って使うようになっていったんですが、はいはい、うん、あのまあ、人間関係でもそのネットワークのネットワーク理論っていうのを使い始める人がいて、はい、心理学者たちがね、うん、あれ社会心理学者とか、うん、で、あの、まあ、それらを読んでいって僕はその気づいたことがあって、まあ、その全員が均等につながってるわけじゃないんですよ、組織とかでも、はい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 、例えば不満はこの人に言うみたいな、あ、だからその急に部下がパッて会社を辞めたと思いきや、うん、B 君にだけは話してたみたいなことがあるんですよ、あ、あるあるある、だからその B 君、僕が上司だとしたら、はい、全員の心をつかむ必要なく B 君の心をつかむことがまず大事なんですよね、うん、はい、で B 君は多分察する能力が高い人が多いんですよ、はい、というのも多くの人は察する能力が低くて、うん、鵜呑みにしちゃうから騙されたりするんだけど、うん、その B 君っていうのは結構もっともらしいことを言うんですよ、はい、うん、今そのお前が傷つくことを上司は言ったかもしれないけど、うん、実は陰でこういうことしてくれてるんですよとか言うのは B 君なんですよ、うん、確かに、うん、だから B 君の心をつかむと部下が全部つかめるっていうような、じゃあ B 君を探さなくちゃいけないってことになりますよね、あ、よく見て、そうそうそう、うん、だから B 君があの上司は間違いないって言ってればそれは勝手に広まります、あ、分かる気がする、うん、分かる、でも誰ともつながってない人がいたらそれはパッといなくなっちゃう、うん、あ、じゃあそれはさておき次にですか、はい、うん、面白い、5番、博士がこの相手の心を絶対つかみたい、かっこ女性だったら落としたい、男性だったら味方につけたいと思った場合どのような会話を心がけますか。まあ、まず僕は既婚者なので、うん、落としたい女性がいたら離れますよね、うん、冷たくするとか距離を置くとか、独身だとして、独身だとしたら、うん、どうしてたんですか、どうやって、いや上で、あ、 まずその先ほどから言ってたことはもちろんしてますよね、はいはいはい、こうどうやって心を使うか、だからそれをどうやって気づいたんですか、その聞いてあげればいいんだ、悲しい、あ、それね、うん、まあ、僕は中学校2年生の時に、はいはい、まあ、結構人が傷つくことをギャグでいっぱい言ってた時期があるんですよ、あ、でその時に、まあ、親友友人の一人が、はい、お前は人を傷つけてると言われて僕は傷ついたんですよ、でそっから人っていやみんなお前のこと友達、お前の友達と思ってるしお前のこと友達と思ってないよみたいな、僕が入院した時に入院したんですよ、中2の時ね、あ、でお見舞いに来てくれて、中3かな、そう、お見舞いに来た人はそいつしかいないっていうかあれあんな友達がいるはずなのみたいな、え、じゃあ察する能力低かったってこと、そうです、あー、あのでもお笑い、人を笑わせてはいたので、笑いって多分
ある程度察する能力がなくちゃできないと僕は思ってるんですが、ただまあ全然その人が傷つけても自分のことを嫌いになるとは思ってなかったんだろうな。なんかめっちゃ嫌われるタイプですよね。それめっちゃ嫌われる嫌われるで嫌われてるよって言われて、あ、じゃあ周りのあいつら僕のこと嫌いって思ってもなかったんで、はい、そこからものすごく人の心を読むことに必死になったわけですよ。へえ、本を読んで本を読んでどんな本を読んで、もう心理学系は大体読んだというか加藤泰造もいっぱい見ましたよ。あ、へえ、あ、そうなんだ、はい、もう図書館にある心理学の本という本は読みましたね。面白いですよね。面白い、まあ、当時流行ってたしね、あの30年前とか40年前、36年前ぐらいとかって、なんかフロイトとか、はい、ユングとかあの辺流行ってたんですよ。はい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 、夢日記とかって聞いたあります？夢を日記につけるみたいなのが流行ってたんですよ。ムーとかも流行ってたけど、心理学もってあ、ごめんなさい、はい、すみません、なんでそういうのいっぱい読んで勉強し、さらにその喋った人が本当にそれを思って言ってるのかとか常に疑いながら聞いてるっていう訓練をずっとしてきたわけですよ。で同時にモテたいとある時から、はい、そうすると女性の心を読まなきゃいけないんですよね。はいはいはい、でそういうこのいろんな苦労が実って、はいはい、こういうまあなんだろう信頼関係を築くとか、はいはいはい、そういうのが分かったと。ただ、まあ、ここに書いてあることをもう一つ言うと、はいはい、それより前に重要なことがあって、はいはいはい、あの誰かを落とそうっていうことはやめた方がいい。そうじゃなくて、はい、誰かじゃなくて、はい、まあ、A さんっていう女性がすごい好みだとしたら、はい、A さんと同じスペックの女性だったら誰でもいいっていう発想が重要。それでやってたんですか？それある時期ね。ある時期。途中までは片思いしますよね。はいはいはい、片思いしてても全然うまくいかないじゃん。一人の人好きになっても、まあ、なかなか落とせないですよ。すごい、あ、もう網でパッとこう。そうそう、いやいや、だってあかりさんも絶対好きになれないタイプの人っていると思うんですよ。いますよ、うん、その人があかりさんを好きになったらもう難しいでしょう、うん、僕に相談してきて、あの手この手を使っても多分落ちないんじゃないかなと思うんですよ、うんうんうん、ごめんなさいです、ね、ですよね、うん、だからそれは不幸ですよ、うん、なんであかりさんと同じタイプの人だったら、うん、あかりさん、あの、なんていうの、彼を好きになる人一人ぐらいいるんですよ、はいはい、その人に今言ってた方法を使えっていう。へー、でもこれは面白いなと思ったのが、夢を叶える像を書いた、はいはい、水野啓也さんが、はいはい、ラブ理論って本の中でも書いてるんですよ。へ、彼も小学校の時からめちゃくちゃモテたかったらしくて、うんうんうん、って話しましたっけ。モテたいからあの大学に入った、そうそう、慶応大学に入ったみたいなモテたいっていうパワーすごいんですよ。すごいですね、はい、僕もバンドやってたけどモテたいからってのもありましたからね。あ、でしょう、はい、でしょうね、うん、で、まあ、まあモテるためにあらゆる努力をして、やっぱ気づくのが、はい、その分岐点が誰かを好きになっちゃいけないっていうポイントですよね。へ、すごいな。イケメンはいいですよ、あの、向こうも好きになった人が好きになってくれるから、うん、そうじゃない、まあ、多くのほとんど僕を含むほとんどの人は、うん、誰かを好きになったらもう終わり、うん、だ多分山里亮太も気づいてる。へ、あと誰だっけ、あの論文の淳も気づいてる。へ、スペックの高い世の中で評価される女性で自分を好きになってくれる人を好きになろうにしてると思う。へ、なんか、これが一番重要。なるほど、はい、うん、なんかごめんなさい、女性を物として見てるようでちょっと。でも女性もそうすべきですよ。女性も誰か男性を好きになっちゃダメ、ね、あ、確かに。私は、自分が好きになった人は、絶対好きになってくれるんだよねっていう女性がいたりするんですけど、それは向こうが先に、その女性を好きになってると思います。ああ、落とされてるんですね。そうそう、あ、そういう意味では誰かを好きになったんじゃなくて、うまくいく人を好きになってるんですよね。だって そもそも誰かを好きになるとか言って人を物として扱ってるっておっしゃいますが、最初の段階で好きになった時ってその相手は好きじゃないですから、妄想ですからね。あ、うんうんうん、これもアンナさん、 ANA さんという本を出してる人が言ってた、はいはいはい、あ、そうだなと思ったけど、はい、片思いのほとんどってもう妄想ですから。うん、あ、うん、そうそうそう、あかりさんを好きっていう男性がいたとしたら、うん、いや、あんた私の何知ってるのって、でしょ、わかる。じゃあ人のものとしてこの人も扱ってるじゃん。そうそうですね。僕も中学校の時にある女性を好きになりましたよ、うん、はい、でその女性を幸せにするとか、なんか日記に書いてある。僕は幸せにするんだ、いや、はい、お前話したことほとんどないですよねみたいな。話したことないのに、ほぼゼロですよね。でもなんか勝手に思い込んじゃうんですね、これが愛だみたいな、いや思い込みなんだよっていう。
喋りました、その女性と結局。ああ一回まあ、僕その時は何だろう、まあ、一部の女性からはちょっと人気があって、はいはいはい、でその女の子が3人ぐらいで僕のところに来て、うん、何組の何々さんが、はい、まあ、僕のことを好きなみたいなんだけど付き合ってあげてよとか言われて、いや俺はお前だよっていうのがあってつらかったってのありますが、今思ったらその何組の告白してきた人と使えばよかったなっていう、はいはい、その一人にこだわる必要なくて、ね、そうですね、もう失敗ですよ。なんかそこから仲良くなる話すきっかけを作って、あの子と仲いいのとか言って聞いて、そこからいや中学校の時はそう暗黒の時代なんで、はい、もう寂しい片思いですよね。あ、そうなんだ、うん、なんかその妄想で好きになってこう、うん、いざ喋ったらがっかりとかってありませんか？それは最初に付き合った時にそう感じるでしょうね。なんかだからなんか束縛したりとか、はいはいはい、なんかモラハラ的なことをするのは、まあ、恋愛経験がないとこじょあの彼女はこういうもんだってかなり決めつけていて、そうじゃないと腹が立つというか。なるほどなるほど。あ、それこそ物として扱ってんじゃんってことですよね。あ、そうです、ね、っていうかほとんど全ての人は相手を物としてしか見てないと思います、はい、もちろんそうですね、はい、うん、だからいいんですよ。いいんですね、はい、はい、質問ありますか？なんだっけ、あ、聞きたい、あ、で、あの、は、うん、こう博士とか男性がその女性の人格をまるっと、うん、人格まで愛するようになるまでってどこら辺からですか？なる、あ、その女性の人格までも愛するようになるのはどこぐらいからですか？それはいい質問ですね、うん、あの人がその人格まで好きになるのは思い通りにならなくなった時から だと思います。それは最初の段階でもそうで、例えば、まあ、これ親子の話で言うと、はい、まあ、子供をお医者さんにしたいみたいな、あ、でも子供は医者になりたくないですと、うん、あ、なんか芸術家になりたいですみたいな、あ、うん、ですごいこう攻めたら子供がなんかグルでいなくなっちゃったりすると、初めて、あ、なんだろう、俺は子供のこと考えていなかったんだみたいな思い始めるというか、あるいは最初この女の子と付き合っちゃおうと、あの、まあ、体の関係を持とうと思ってこうアプローチを始めると、でもその子は全然手に入りそうで入らない距離にずっといると思うと、少しずつその人に対して執着が生まれて、だんだん、まあ、どうしたら落ちるんだろうと考えてるうちに、なんかこう人として見始めるんですよね。それで話をじっくり聞いたりとかしてとかするし、なんかそのうち執着もできてきて、話を聞いてるうちに、いや、その執着してるうちにその人のこと一日中考えるようになり、はい、その人の行動とかいろんなことを思ってるうちに人間として見るようになってる。ただこのとこ人間として見るようになってるけど、これも妄想なんですけどね、うん、はい、だからなんだろう、本当の愛とかいう話になっちゃうと、はい、それなりに人として成熟しないと誰も持ってないと思います。やっぱそうなんですね。なんかあの振られた後で彼のために私は生きたいとか言ったりするけど、まあ、それはある意味その人のことを考え始めてるわけだけれども、実際にはじゃあその人が別の人と結婚するのが一番幸せだったら応援できますかって言うとできないって言ったりするんで、結局彼が戻ってくるためのいい手段が彼のことを真剣に思っているなんですねっていうことになるんで、だから本当に人として見てるって難しいですよね。難しいですね。そう、博士できる？できないでしょ。できない。いや、それを知ってることがまた重要ですよね。そうですね。あ、そっか。いや、僕が好きなあのマトリックスって映画のメロビンジャンっていう人がいて、その人がだから我々はそう思いながらも感情に動かされてこう右往左往してると、はい、ただ知っていると知らないよりは慰めになるよって言っていて、あ、まあ、僕は知っているから、まあ、知っていればそれなりに慰めになるっていう。確かに、うん、はい、分かりました。分かりました。あ、うん、分かったような。いや、なんかまだまだ聞きたいことがいっぱい出てきそうだから、はい、また考えてきます。ありがとうございます、はい、うん、祈りについての質問お願いします。あ、はい、次が祈りについての質問です。丸1、ネガティブな祈りも叶うのでしょうか。
例えば苦手な上司がいて、その人が病気になって退社しますように、や遠い僻地に移動になりますようになど。さてはいますね、苦手な上司が。苦手な上司っていうかあのね、誰にでもいると思うんですよ、こういう人。いいね、なんか一人ぐらいはいると。あ、博士は本当にどこまで切れちゃう、どこまでその困ってるんですよね。あの、死にたいぐらいに困ってる人もいますもんね。うん、まあいいか、もちろん叶います。この質問に答えればネガティブな何でも叶うでしょうか。うんうん、叶いますね。スピリチュアルな話になるけど、へ、あのポジティブとかネガティブって人間の決めた価値観で、はい、そんなものないない。ああ、そっかそっか。あ、そっかそっか、なるほど。うん、うん、そうですね、これ本人にとってはポジティブですもんね。そう、うん、でただ一つ思うのが、はい、例えばあかりさんがネガティブな祈りっていうのが、はい、なんていうかな、叶いにくいと思ってたら叶わない。あ、だからサイコパスの方が叶うんでしょうね、いろんなことは。あ、じゃあそのネガティブとも思ってないんで、そのネガティブとも思ってないんで叶わないはずがないと思ってるんで、あの、積極的に悪い願いをして積極的に叶っていくんでしょうね。はあ、はい、じゃあ次いきますか。はい、じゃあ、2番目の質問です。ネガティブな祈りがもし叶った場合、人を呪わば穴二つということわざのように自分に跳ね返ってきませんか。例えば苦手な上司が病気で退社したり僻地に移動になったけど、その後自分も病気になってしまったり別の僻地に移動になってしまったなど。これはね、ちょっと待って、人を呪われば穴二つの穴って墓の穴ですかね。あ、多分そういう感じの、自分のお墓と相手のお墓とかな、お血が必要となる。墓が二つになる。人を呪うと呪った相手と自分のために二つの墓穴が必要となる。なるほどね、はい。まあそういうことわざがあって、うん、これはね、なんかね、なんだかな、世界なんとか仮説っていう仮説があるんですよね。あの、人間が信じやすい、なんか真理でもないのに信じやすい法則みたいなのがあって、うん、それは何かっていうと、悪いことをしたら悪いことが返ってくる、うん、いいことをしたらいいことが返ってくるっていうのをなんか人信じてるんですよね、うん、でもそんなこと全然ない。へ、はい、うん、だとしたらその世の中にそのひどいことしてるのにすごく文句っていう人がいっぱいいるんですよ。何に悪いことしてるのにひどいことがどんどん起こる人もいれば、へ、悪いことしてるのにいいこといっぱい起こる人もいると。で、なんかよく言ってくるのは、いや、そんなことしてもいずれその人も悪いことが起きるとか言ったりするんだけど、いや、それみんな起きるしっていうか、まあ、だからただ人間関係を築く上とか社会を築く上で悪いことしたら悪いことが返ってくるっていうのは、人間社会を築くのには役立ちますよね。まあ、そういう意味でしかないんですよ。なんでそんな世界じゃないんですよ、この世界って。はいはいはい、別に悪いことをしても、まあ悪いことをした人間が、うん、こいつだと分かれば仕返しされますよ、うん、でもそれが誰がやったか分からないと思ったら全然何も返ってこない。あ、だからネガティブな祈りってば祈ってるだけなんで、はい、もうなんていうか絶対返ってこないけど、うん、まあ、あかりさんがネガティブな祈りが叶った場合、はい、自分にも跳ね返ってくると信じてたら跳ね返ってきやすいでしょうね。あ、そういう世界で生きてるってことになりますね。あ、そっか、だからやっぱサイコパスはやっぱ生きやすいですよね。あ、悪いことをしても悪いことしたと思ってないみたいな。 なんかあまり罪悪感とか感じない方がいい。罪悪感いらないですね。いらないです。あ、だからよく言うそのサイコパスの願いが叶うんですよね。そのうーん、ウォール街にサイコパスが多いとか、うーん、うーん、あとなんだろうな、悪いことした時に言い訳ができればいいですよね。はいはい、あいつが例えば不倫してたとして、はい、彼が全然構ってくれなかったから彼が悪いみたいな。あ、そしたら悪くなくなりますもんね。うーん、はい、だからあの、うん、ネガティブな祈りが叶った場合跳ね返ってこないです。はい、わ、はい、かりました。さっきの、世界の仮説、世界の仮説で、はい、こう何仮説？何仮説？まあいいや、どうぞ。なんか私の中でこう、はい、なんかしたことされるんだなっていうのがあって、はいはい、あのこう世界構成世界仮説。っていうのがあると。公って恒常的な公ですか。公に正しい、うん、ちょっと読んでみようかな、はい。
ウィキペディアを見ると、はい、ジャストワールドハイポセシス、ね、はい、でそれは人間の行いに対して公正な結果が返ってくるというものと考える認知バイアス、認知バイアスってことは本当は違うよってことですよね。バイアスなんでね、思い込みであると、はい、メルヴィン・J・ラーナーが1960年初頭に行った研究が、まあ、発端とされているみたいな。うーん、だから、公正世界である、このジャストワールドであるこの世界においては、全ての正義は最終的に報われ、全ての罪は最終的に罰せられると考える、まあ、こう考えがちなんですよね、人はね。へ、うん、はい、でも それはバイアスですよってことですね。うん、だからなんだろうな、そんなこと言ってたらすごく幼くしてすごい病気になっちゃってる人いるじゃん、うん、ないですか、うん、あれは何なのっていう、うん、親ガチャとかね、親ガチャとかね、うんうんうん、今回の安倍さんの話もね、うん、まあ後で話しますけど、はい、うん、絶対公正じゃないぞと思ってません、うん、世界は公正じゃない、悪い人がいいことになったら何の罪もない人が悪い状況に置かれますよね、うん、それがこの世界なんで、うん、気にしなくていいです、どんどん気に入らないやつは消せっていう、そんなことないけど、まあ祈りは関係ないですよっていう。うーん、なるほど、あ、分かりました、ありがとうございます、はい、あ、なんかちょっとありがとうございます、安心して祈れますか、はい、はい、今なんか目が光りました、ね、赤く光りました、別に、いや、いいんだなっていう、うん、なんか別になんかいいんですよ、こう自分の健康、心の健康が大事ですもんね、うん、はい、まあでもその本当に嫌いな人が言えば祈りの話じゃなくて、うん、まあ距離を置ければ距離を置いた方がいいですけどね、うん、まあなんかまあね、なんかちょっと強い利害関係があったりとかして、うん、しがらみが、うん、そうね、まあそれはまた質問が来たら答えましょう、はい、ありがとうございます、はい、じゃあもう一個、丸さん、はい、質問丸さん、はい、他人に恨まれないようにするにはどう心がけていけばよいでしょうか、誠実に生きる、徳を積む、嫌いな人を嫌いと思わないようにするなどでしょうか。この徳って漢字間違ったら知ってます？失礼しました、徳、はい、いや知ってればいいんですけど、あ、とりあえず、あ、失礼しました、はい、ちょっと頭の中が、はい、道徳の徳で、はい、これなんだろうな、誠実に生きるってどういうことですか、誠実に生きるってどういうこと、何をするの具体的に。なんか、うん、まあ、絶対に人を騙さないとか、うんうんうん、嘘つかないとか、はいはいはい、うん、そうにしてれば、人から恨まれないと、うん、徳を積むって何ですか、うん、まあ、世間一般で言ういい行いというものを積んでいく、朝掃除をするとか、そうです、ね、人に優しくするとか、あ、そうですね、あ、困っている人を助けるとか、まあ、僕が思うのは、あと嫌いな人を嫌いと思わないようにするっていうのはいいと思いますよね。うん、やっぱそうなんです、ね、嫌いと思うとどうしてもそう接しちゃうっていうのがありますね。うん、その心の中がどう思ってるか人は分からないんだけど、うん、さっき言った言葉の外の表現とか、うん、なんか面白いなと思ったのが、婚活をしてる女性がまあいっぱいいるわけですよ、はい、うんうん、僕のやってるマイマルチスクールね、はい、はい、でその中で、好きなイケメンでハイスペックの優しい男性には、うん、もう連絡をすごく高頻度に女性から取り、うんうん、まあ、この人と結婚しなくちゃいけないんだろうなっていう人には全然連絡しないっていう人結構多くて、うん、なんでうまくいかないんでしょうっていう、それだよっていう、本人も気づいてないんですよ。うん、ってことは嫌いな人を嫌いと思ってると態度に出るんじゃないかなと思うんですよね。うん、何々っていう、あ、何々さん映画好きとか言ったら、ちょっと嫌いだとすると、うん、いや最近は映画見てないですねとか言うのに、うん、好きな人だったら映画ってなんかいいですよねみたいになるわけですよね。だからそれが伝わっちゃうんで嫌いと思わないようにするっていうのはいいでしょうね。うん、で、まあ、嫌いな人とは距離を置けなければ、うん、理解をして信頼関係を築ければそれが一番いいですね。うーん、自分の接し方を変えると相手が変わるっていうのはあるんで、うん、はい、あと、まあ、人より劣っているように見せるべきですね。あ、うん、その人の方がよくできる、うん、だから何だろう、自分金稼いでるとか、はい、自分できるとかっていうのを言うとあんまり得しないなと思いますね。うん、まあ、それでお金稼いでる人はそうしちゃうんですけどね。うん、
あとまあ自己主張はしない方がいいですよね。はい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 、こういう考えを持って、だからここのゆるふわな番組あまり良くないですよね。あ、はい、自己主張をしちゃってるんで。あ、博士が、はい、あ、でも博士ファンは喜ぶからいいじゃないですか。ファンができるってことはその反対の人もできると。まあ、今はね、あの見てる方が、はい、1000人ぐらいなのでありがたいことに、うん、まあ大丈夫です。これは、うん、ヒカキンぐらいになると思う。あんないい人に恨まれるっていうね。まあまあ、まあね、恨む人でいく。お金がね、なんか、うん、でもヒカキンなんか稼いでるから出してないし、うん、稼いでるものでみんなに配ったりもしてるじゃないですか、うん、あれはすごい人から恨まれない行動ですよね。うん、うん、そこで浄化してるんじゃないですか。何か浄化もあるけどブランディングでもありますよね。あ、なんかあるんですよ、バスケットボールの選手とかでも、うん、なんかアメリカのね NB ナショナルバスケットボール、まあ、いいや、なんか NBA とかそのやつでも、うん、なんか寄付したりしますよね、その有名な選手が、うん、まあ、中国人のすごい有名な選手がいるんだけど、その人が地元の中国の恵まれない人に寄付するとかって、はい、それブランドマネージャーみたいな人がいて、はい、なんかそうするとこうすごい成功してるけど、はい、みんなのために頑張ってるっていうブランドになって恨まれない。他人のために生きるとかね、はい、まあ、そういう意味で徳を積むってそういうことかもね。うん、そうですね。あとは 人と関わらなければ恨まれない、はい、はい、だからそのラジオ人生相談の悩みってほとんど人間関係ですよね。もう全部人間関係、人間関係がなければ恨まれないですね。そうですね、はい、そういうことです。なるほど。あ、博士、はい、なんか踊ってるように見せるってことを1個おっしゃったじゃないですか、はい、なんかこう言っていいか分かんないですけど、うん、博士今日 T シャツ着てるじゃないですか、はい、なんかラフじゃないですか、すごく、はい、あの格好が、はい、それは踊ってるの演出なんですか。それ、いや違うな。違う、いや襟のあるシャツを着て、暑いっていうね、暑いから着てる。わかりました。本当はそれで言うと本当は襟のシャ、あるシャツを着てピシッとした方が信頼されやすいと思います、はい、そうですね、はい、うん、だからもう全然ダメですよ。そっか、わかりました。なんか、うん、あの友達でもともと持って生まれた見た目が綺麗な子がいて、はい、あの女性、うん、綺麗なんですよ、はい、でもこうやっぱ目立っちゃうのがすごく嫌で、だからすごい地味な格好ばっかりしてる子がいて、なんかでもそれでも目立つんですよ、作りがすごいから。なんか、うん、でも髪の毛とかも別に染めないでとか、なんか、うん、その人は結婚されてるんですか。したのかな。あ、大学の時の友達で。あ、大学の時の友達ね、うん、でいました、そういう子が。女性で見た目がめちゃめちゃ綺麗だと被害にもいろいろ合いそうですよね。そう、あ、そうだからわざと地味に してる。あ、それは大変だろうな。あのちゃんとコントロールしないと、なんていうか鋭利な刃物を持ってるみたいな感じで、その道具として使えればいいけど、はい、使い方わからないと自分が傷つくっていうか。それって、うんうん、それってやっぱ経験しないとわかんない、一回痛い目見ないとわかんないもんなんですかね。そういう人って子供の頃からいろいろ嫌な思いしてたりもするからね。あ、近所のおじちゃんとかさ、はいはい、いたずらされる、ね、そうとかね、まあ、うん、あ、もう一個いいですか、はい、あの嫌いな人を嫌いと思わないようにするの具体的な方法って何かありますか。まあ一つあるのは、さっき言った最初の方に戻ると、うん、その人のなんか生い立ちやら生き方とかそういうのを聞いてると、人ってなんか悪意があってなんかしてることはほとんどなくて、うん、まあ合理的に生きてたらそうなっちゃったんですよ、はいはい、悪意があって明さんに創生してるわけじゃないっていうのがまず重要ですね、はい、うん、そうですね、そうですね、それだけでちょっとこう怒りが収まるんですよね、うんうん、あとはまあさっき言ったように距離を置ければ置きたいですよね、うん、そうですね、うん、あとは何があるかな、確かなんかお互いがどういう関係か分かんないけど、お互いが納得できるルールがあるといいですけどね、はい、そのルールに沿っていればお互いに、うん、ストレスを感じないっていうルールが見つかるといいですけどね、うんうんうん、ルール決めましょうって言うんですか、それその人がどういう関係か分かんないけど、うん、あ、でもそうですね、はい、鍵は渡さないでおこうとかですか。そんなも鍵じゃない、すいません、何の鍵じゃない、なんか、あのなんか、いや家族同士で家族との距離が近すぎるって悩んでる子がいて、ね、はいはい、だからやっぱこう近くには住むけど鍵は渡さないとか、そういう、それが何だろうな、例えばそれが何だろう、
鍵が渡されてるその2人が、うん、母親と子供だったりした場合に鍵を渡さないからかそこの家庭に入ってこれないってことですよね。鍵を渡さないから、うん、勝手には入らないで、それって、合意してるならいいですよ、うん、しかもなんか、さっき言ったようにその最初に信頼関係を築いて次のステップに進まないと鍵を渡さないってこと自体が拒絶している、なんか恨んでいる傷つける行動だったりするんで、あ、そっか、ちゃんと信頼関係を築いてから、うん、彼女が、まあ、あるいは彼が納得する理由で鍵を渡さないにしないと、うん、はい、はい、恨みが勝手に思い込むんで、人って結構簡単に思い込んじゃうんで、うん、私をのけ者にしようとしてるみたいな。確かに、あ、そうですね、それもやっぱり信頼関係、それが最初にこいつ私を嫌ってるになると何言ってもそっち側にこう行っちゃうんですよ、ね、あ、例えばなんだろう、一緒に何々、お疲れでしょうからちょっと温泉行ってくださいよってこのチケット渡すんでって言ったら、うんうん、私を追い出して2人で楽しもうとしてるとか、なんかいやそんなつもりないんですみたいな全て悪に取る、あるじゃん上司と部下でも、じゃあ今日は分かったと悪かったと、じゃあ飲みに行こうって言ったら、うん、飲むことで私の心を掴もうとしてるみたいな、あ、うん、なんかコントロールしようとしてるってどうしても悪い方に持ってきますから。そのなんとか、ジャンなんちゃら万蔵院っていう人が組織の本で書いていたのが毎回言ってるけど、はいはい、最初の5日間ぐらいで相手を敵か味方が判断するっていうのがあるんで、はい、本当最初初動重要で、はい、初動で失敗すると恨まれがちっていうのがありますから、はい、まあ、それで失敗したとしてもやっぱ長期間優しく接して、あ、この人は自分のことを考えてくれてるまで持っていった後で、うんうんうん、じゃあ鍵はちょっとやっぱりそういう親しき中にも礼儀ありなんで、うんうん、ちょっとこうやっぱり、お渡しできますよと、うんうん、ただその連絡したら、まあ、週2回会うのはいいですよねとか、なんかそんな感じで、今の話分かりやすかった、はい、ありがとうございます。なるほど、はい、じゃあ次いきますか。次いきますか。はい、チート幸福論の続きを話せる範囲でお願いします。全く考えてないですよね、はい、じゃあ次いきますか。ええせっかくね、作ってこられたので、そうですよ、チート幸福論話せる範囲で全く考えてなかったな。でも最近忙しくてね。ああ、なんか次回予告みたいな感じで、次回予告みたい なんかこう前はなんか選択の話とか言ったじゃないですか、うん、まあ、ね、ちょっと予告があったからすごい質問作るの助かったんですよ。ああ、なるほどね、予告が欲しいと。簡単でいいです。ちょっと見てみないと分かんないな。なんていうの、自分が書いたマインドマップみたいなやつ、はい、その間に次の質問いきましょうか。あ、いいんですか。はい、時間があったら、うん、それいきましょうか。え、いいんですか。はい、はい、じゃあ次の質問。博士は以前選挙に行く必要はないとおっしゃっていましたが、なぜでしょうか。選挙行く必要は何であると、ちょっと僕はこう選挙行く必要があると思います。あると、まあ、ちょっと僕ちょっと僕行きを、僕行き、ひろゆきの僕バージョンちょっと、なんで選挙行く必要、行くのに意味があると思います。まあやっぱりこう、自分がこうなってほしいっていうのをやってくれる、 やりますよって言ってる政治家に票を入れるっていうのはやっぱ大事かなっていう、結局自分たちの生活と直結していくような気がして、うん、でも、うん、例えば今回投票行きましたかね。あ、行きました。はい、それ反映されました。つまり、うん、あかりさんがいなくても結果って変わらなくなかったですか。多分変わらなかったですよね、うん、じゃあ行く意味ないじゃん。うん、通ってほしいなっていう人が2人いたんですよ、はい、その2人でも、その2人は多分私が入れなくても通るよなって思って、だ通ったんですよ。ですよね。で、私はこう3番目の、うん、できればこの人に通ってほしいなっていう人に入れて、うんうん、その人は落ちました。関係なかったわけですね、うん、関係ないんですよ、一票差ってないですもん。そうなん、うん、あ、そうなんだけど、あとなんだろうな、あと、まあ、思うのがなんか今の流れ、今みんなが言うことって、う
まあ、選挙に行きましょうってみんな言うじゃないですか、はいはい、ちなみに僕行ってますけどね、あ、はいはい、行ったけど意味ないなと思ってますけど行ったんですけど、まあ、意味ないと思ってて、その、はい、何でしょうね、まず公約を いろいろ言うじゃないですか、はい、公約って果たしてくれるのってまずありますね、うん、はい、あの僕は自民党は一応与党ですよね、はいはい、自民党と公明党与党で、うん、自民党は、はい、まあ、言ったらやらなきゃいけない立場ですよね、そうですね、うん、それ以外の野党って、はい、まあ今回の場合、ここ何、ここしばらくの場合、うん、言ってもやらないもん、 やる必要ないっていうか、野党だからできないっていうか、うん、で大昔野党がひっくり返ったことがあって、結局できなかったじゃんっていう党の うん、あるじゃないですか、うん、だから野党って言いたい放題だよなっていうのをまず思ってるんですよ、うん、だから言ったことってあまり信じてないっていうか、うん、だってそんな選ばれない政党であればあるほど、うん、金配りまくりますよって言えますもんね、うん、あのみんなにお金配りますみたいな、うん、でもそれ与党ならないからそれ自由に言えますよ、うん、だからまず、言ったことはあまり重要じゃないって僕は思ってて、うんうんうん、まあ、野党でもし入れるとしたら、うん、まあ、今回僕自民党僕すごいあの、が一番いいと思ってるけど自民党に入れなかったんですよ、うん、なんでかっていうと、まあ、絶対自民党あの受かるじゃん、受かるっていうかその、うん、そうですね、与党になるじゃないですか、うん、でもなんかその自民党にちょっとなんていうか反省してほしいなっていうかだから自民党以外入れたんだけど、うん、でもそれも何の意味もないと思ってるけど、うん、でじゃあ野党に入れるとしたら、うん、言ってることよりもやれるのかっていうことで見たい、そうですね、うん、はい、大人なのかっていう、はいはい、まあ、それが判断基準で選んでるんだけど、うん、意味ないなと思ってます。もう意味があるとしたら選挙に行くっていう活動って何かっていう と、うん、自分の願いを叶えるために選挙に行くわけですよね、うん、そうです、そうですよね、うん、そうです、それって多分選挙じゃないですね、うん、なんか世論を動かす方が動きますね、あ、なんか世の中でこういう風潮になるみたいな、昔あった、はい、なんか待機児童問題みたいな保育園のね、はい、なんか政府死ねみたいなのありました、はい、知ってます、その私の働きたいのに子供が保育園に預けられないからもう政府死ねみたいなこと言ったら、それが取り上げられてちょっと変わったりするわけですよ、うん、そっちの方が選挙で意味あるよねっていう、うん、はい、確かにツイッターとかで言えばいいんですよね、そっちの方が響いたりしますもんね、そっちの方が響きますよね、うんうん、はい、そっか、だから意味ないと思ってますね、うん、行く必要ない、まあ、うん、権利であって義務じゃないからね、うん、はい、はい、なるほど、ありがとうございます。次行きますか、あ、はい、次、時間大丈夫、時間がね、6時15分だからまだ、7時15分あと1時間ぐらいあります、ね、あ、じゃあ、うん、大丈夫ですよ、余裕ですね、あの、あ、他のメッセージ、あ、そこが、大丈夫です、ね、大丈夫、はい、じゃあ、すいません、はい、じゃあ第194回の13分24秒からでお話ししていた自殺の研究についての話を詳しくお聞きしたいです、うん、当事者は亡くなっているのにどうやって研究するのでしょうか、これはまあ、あのヒントはありますよね、はい、自殺未遂の人がいますもんね、あ、はいはいはい、あと自殺の方法っていうのもありますね、はい、なんか、いくつかもちろん研究はされていて、うん、なんか練炭自殺ってわかります、 あ、はい、あれは練炭がなくなったら練炭自殺減るわけですよ、はい、減ったみたいなのがあったんですよ、うん、国によってなんかある国は、ある時期から練炭を使うのがやめて大昔ですけど、はいはいはい、そしたらその自殺がなくなったと、だから手元にある気軽に死ねるもので死ぬっていうのがありますよね、はいはい、だからそこをちょっとカットしてやれば自殺者が減るっていうのはありますよね、はい、あと前言ったかもしれないけど、その多くの人はうつ病とか躁うつとかで自殺するんで、はい、そこはなんとか したいですね、その病気になった、はい、その病気を早く見つけたいし、うん、そうなったら早く治療したいっていうか薬とかも使ってとか、なんか、まあ、研究はある程度されていて、うん、プラス自殺未遂の方々からいろいろ聞くと、うんうんうん、だからそれです、動機が分かれば自殺を防ぐことがしやすいんだろうなと思いますけどね、うん、なるほど、はい、次いきますか、ありがとうございます。そんなわけでちょっと待って、予告ね、はい、予告ね、幸福あった、幸福ありがとうございます、あったけど、おー、待ってよ、そうね、あった、あったけど、
そう送っていただいたけど、はい、読んでないっていうのが長かったなって思いましたいやそうです、あれ音声化して聞いてみようかな、待って自分が喋ってるの聞けばいいの、でもなんだろう、重複してたりとかするしたくないというのもありまして、あ、人生はどこまで世の中に必要とされる貴重な存在になれるかで決まるって話をしましたっけ、してないです。人生は身を置く環境で決まる、してない、聞きたい、まあ、この辺の話をしましょうかね、そしてあ、お願いします、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次いきますか、あ、今予告で予告、人生は身を置く環境で決まるのと、はい、もう一回そのどこまで世の中に必要とされる貴重な存在になれるかで決まる、はいはいはい、なるほど、この2つ、これ聞いたことない、聞いたことないけど何となく予想つく、うん、でもやっぱ必要とされる存在であることが大事ってこと、そうですね、ですよね、あ、まあとりあえず、はい、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、お願いします。今週のニュースを恋愛できる、今週のニュースをグッドな方が恋愛できるコーナーです、はい、時事 .com、7月13日の時事 .com、安倍晋三は弾丸も数種類作成か、複数の金属押収、安倍元首相銃撃、奈良県警、安倍晋三首相が奈良市で街頭演説中に射撃され死亡した事件で、無職山上徹也容疑者41歳が自宅から数種類の金属球が見つかっていたことが12日捜査関係者の取材で分かったとか、まあいろいろ書いてあるんですけど、うんうん、この事件知ってますか、あ、もう知って、どういう感じで知りました、え、なんか友達とその日夕方喋ってて、夕方なの、夕方あ、私もともとネットニュースとか SNS もあんまり普段は見ないので、素晴らしい、あ、見ないんですよ、だから、あ、実は家だからその日一日結構外回りとかいろいろしてて、うん、でも疲れ切ってて電車の中ずっと寝てて、だからニュースも見なくて、うん、で家に帰って夕飯食べてる時に、うん、家族と喋ってる時にそういえばさって言われて、そういえばそこでそういう感じなの、そう、安倍さんがって聞いて、えって言ってすごいびっくり、ね、で9時のニュース見て、まあ、特集ですよね、はいはい、どう思いました、このニュースに関するなんか考えとかありますか、今読まれたニュース、あ、いやいや、もう全体、全体、あ、安倍晋三襲撃事件に関して、うん、なんか今の時代に日本でこんなことが起きるんだなって単純にびっくりしたのと、うん、なんか昭恵夫人が気の毒だなって そこは素直に、うん、本当にだってね、朝行ってくるねって言って元気に行った出てた人が、そうですよね、次の瞬間夕方にはね、日本人ってほとんどそんなことないですよね、ないですよ、うん、うん、そう、びっくり、確かに、以上ですか、あ、であとこれ、ああそれでもいいですよ、それに関して思うこと、はい、で博士が今読まれた、はい、時事 .com の記事に関しては、うん、いや、こう容疑者が銃を手製で作ったってあったじゃないですか、うん、そうですね、しかもなんか数種類の金属球が見つかってたとか、うんうん、しかもこう改良に改良を多分重ねたわけじゃないですか、そうですね、この銃にはこの弾とか、はい、でそれで最後まで完成まで作ったってことじゃないですか、そうですね、この人相当銃マニアだなって思ってなんか、うん、確かにこうだって最後まで作るってそれ本当に好きじゃなきゃできないじゃないですか、殺傷能力までありますからね、はい、だから普通作るとこまでいかないと思うんですよね、殺したいって殺意を抱いたらどうやって殺そうってなって、まあ銃だって思ったら銃をどうやって手に入れるかっていう方向に頭がいくと思うんですけど、確かに普通はね、銃をどうやって手に入れるか、そうですよ、作るって発想にならないですよね、そうだからそれ面白いか質問、ああ面白い考えかも、うん、だってそうじゃないですか、だけどこの人は作ったから、それに対する答えありますけど、うん、それ聞いてなるほどなと思った、でもあ、本当、はい、その答えは今聞いて、あ、だからそうなったんだなっていうのは答えられるけど、その視点はなかったですね、はあ、はい、うん、だから、まあ、随分作ることにのめり込むタイプだから、もっと別のこの才能をどこかに生かせなかったのかなって思って、それもいい話ですね、うん、じゃあいきますよ、はい、僕は第一報を聞いた時、はい、
まあ、これね世の中みんな結構多くの人がそうだったと思うんですけど、はい、みんなあの政治絡みの犯罪だと思ったと思うんですよね、はい、なんかまあ撃たれてなんか急に、はい、なんかニュースが SNS かなんかで入ってきて、うん、でもうだから今 SNS の時代なのであとスマホで動画撮れるじゃないですか、うんうんうん、なんとか撃ってる映像映ってましたよね。映ってた。映ってた。映ってた。でその倒れてなんか心臓マッサージしてるところも映ってましたよね。映ってた。あの生々しさすごいですよ、ね。いや、うん、でそこからヘリで運ばれて、うん、でその後で、まあ、何人かの有名な YouTuber とかニュースのコメンテーターとかが、うん、あるいは政治家がね、うん、参議院選だったんで、うん、あのこれはその民主主義に対する挑戦だとか、うん、まあ、選挙の時にそういうことをするのはなんかひどいみたいな感じの文脈で、うん、政治絡みっぽい感じでみんな話すんですよ。政治、はい、政党、まあ、思想イデオロギーというか、はいはいはい、政治的な思想に対する挑戦みたいな、うん、というのもその安倍さんってその憲法9条を改正するしたいというのは悲願だったし、うん、まあ賛否両論いろいろあるしめちゃくちゃ影響力のある人だった、はい、ある人なんですよね、はいはいはい、だからみんな思い込むわけですよ、うん、政治絡みの犯罪だとテロだと、うんうん、はい、でただなんかあ、まあ、その後病院にヘリで運ばれてで犯人の名前が次出てきますよリアルタイムでこうなんか、はいはい、それってなんだろうなものすごく生々しいので知ってたら見ちゃいますよね、うん、僕見てましたいろいろ、うんうん、で犯人の動機がその後しばらくしてから教えられるんですよね、はい、それが知ってますよね知ってますかお母さんが信仰宗教にそうお母さんが信仰宗教にのめり込んでいて家庭が崩壊したので、はい、でそれをと関わってるじゃないかと思い込んで、殺害したみたいな、はいはいはい、斜め上じゃなかったですか、うん、それみたいなそうそうそうみんなえと思ったんですけど、うんでその後また時間が流れていって、まあ、安倍さん亡くなっちゃったんだけど、うん、これもいろいろあったんですよ、はい、本当は、5時3分に亡くなったって発表されたんだけど、はい、本当はそれより前にもう何だろうもう心臓止まってて、はい、ずっと蘇生をしてたんですよ、はいはい、でも、奥さんが、安倍さんに会うまで、亡くなったってことにしないようにしてたんですよあところがその何時間か前にその情報を受け取って別の人も死んじゃったと言っちゃってるって、はい、それで言い直してるんですよ あのその人たちも悪気はないんだけど、うん、でもその奥さんが今向かってて会う前にその死んでるというのはなんと失礼というか、うんまあ、そういうこともいろいろあるそんなのも全部僕にまで末端の時にまで入ってくるんで、うん、本当恐ろしい時代ですよね、まあ、それはさておき、はい、でその安倍さんと統一教会のつながりがだんだん分かってくるわけですよ、はいそんなことあるしかも安倍さんと統一教会って、はい、安倍晋三さんのおじいさん岸なんとかっていう方からずっと長い歴史の中で、はい、なんか統一教会と関わりがあるんですよ、はい、政治的な、あ、そうなんだ、はい、まあ献金とかいろいろあるんでしょうね、うん、だから関わりはやっぱあるんですよ、はい、まあ、それは何だろうな、まあ、今世の中って特に地上波とかって人をいいものか悪者かにどっちかにしないとわからないってことになっちゃうんで、うん、今安倍さんはいい人っていうこと、まあ、亡くなっちゃってるのもありますから、はい、っていうことなんであんまり報じてはいないんですが、はい、まあやっぱあるんですよ、うん、で今度山上、哲也、うん、哲なんちゃらの容疑者の生い立ちが分かってくるんですよ、はい、知ってます？どういう生い立ちか、なんか割としっかりした進学校に行ってでそのなんだけど大学には行かず、うん、進学校に行ったのに大学に行かず自衛隊に入るんですよね。そうそうそう、はい、それぐらいですね、うん、実は山上哲也さんのお父さんおじいさんはあのなんだろうあ、まあ、お父さんは京都大学からなんか出ててへで、お母さんが社長のなんか娘かなんかなんですよね。へこれどこまで正確か分かりませんので後でみんな調べてください、はい、でお父さんはまあお母さんに結婚して、うん、でお母さんの会社と引き継ぐおじいさんの会社だつまりその会社を引き継いで、うんうん、そのまあ経営者というかになると、うんうんうん、ところがそのお母さんは何を、まあ、辛いことがいろいろあったのかな、まあ、子供が生まれて長男が小児がんになりますね。あ、へー、はい、で彼次男ですね。はあ、小児がんになって、はい、まあ、前後関係わかんないけど片目が見えなくなっちゃう。手術とかして子供が、はい、長男がね、はい、で
その頃に新興宗教に入っちゃいますね。あ、でもそれは統一教会じゃないんです。統一教会じゃない新興宗教にあるんです。なんか 朝起きなんとかとかいう、はい、なんか朝早く起きて、うん、なんか世の中のなんかいいことをしようみたいな、まあ、それもさらに調べると、はい、なんだろう、それは宗教法、宗教じゃないって本人は言ってるんですけど、その、はい、その団体はね、はい、それに入って、まあ、これもどこまで本当か分かんないけど、まあ、とにかくその山上さんのお父さんはそれを受けて自殺する、自殺してるんですよ、お父さん、はい、でその後で、まあ統一教会に入ります、その お母さんが。そして全ての財産を統一教会にこう注ぎ込む、はい、1億円以上あで、それで、統一教会って、まあ、韓国に本部があってすごく熱心に信じているお母さんは韓国に行っちゃったりもするわけですよ、はい、その間子供ほっとかれてて、でそのなんか飢え死にしそうになってて、でそれをこう山上さんのお父さんのお兄さんがになんかお腹減ったとかいう子供が言うとご飯持ってってあげたりしてたと、おじが、おじが、その人は弁護士なんですけどね、だからすごい超優秀家系なんですけど、うん、そうですね、うん、で、まあ、お母さん信じちゃってるんで統一教会にもう多くの金をつい込むわけですよ、うん、しかも自分の金だけではなく、はい、なんか山とかも全部売っちゃうんですよ、その財産を作るために、それは統一教会が全部納めろっていうからなんですけどね。でお兄さんが、まあ、弁護士なんで5000万ぐらい取り戻すんですよ。あ、それは彼女のお金じゃなくて誰の家庭みたいな、それ文春に書いてあるんですけどね、はい、で、だけどそのやっと取り戻したのをまた寄付しちゃうんですよね。あ、でそれで、お兄さんはで そういう、まあ、だからお父さんは自殺し、お母さんは新興宗教にはまってもう多くの金を寄付してしまい、だからお兄さんはそのがんになっちゃうわけじゃないですか。だからもうでその寄付をしちゃったんで大学に行けずに専門学校に行く、あ、でもその自衛隊に入るんですよ。超優秀な高校に行っていながら、うん、お金がないお母さんが寄付しちゃったんで、だからもう本当に家庭崩壊してるわけです、うん、そうですね。でもそれが2000何年かと初頭なんですよね。だから あの謎の15年間みたいなのがあるわけですよ、はい、普通破綻したらその時に復讐すればいいと思いきや、はい、15年ぐらい何もないんですよ、うんうん、でも何でしょうね、その謎の15年間もだんだん分かってくるんですよね、うん、まずまあ一回その統一教会とお母さんは距離を置いてたんですけれど、まあ、その前に、7、8年前にお兄さんが自殺します、はい、小児麻痺、小児がんだったお兄さんがなんで自殺したのかな、分かんないけど自殺します。うん、はい、で 2,3 年前から再び統一教会にお母さんが入り始める。でその頃安倍さんはその統一教会と関係ある団体の、うん、まあ、世界中あの安倍さんだけじゃなくてあのドナルド・トランプとかもそこになんか喋ったりしてるんですけど、まあそこで、まあ、彼が信じてたって書いてあったんだけど、はい、それは統一教会が日本に統一教会を日本に連れてきたのは安倍さんのおじいさんで、はい、広めたのは安倍さんだと、はい、でそのトップを殺すのは大変難しいってことが分かったんで、はい、まあ、安倍さんを殺害しようと。でもう一つさっき その爆弾が手製、あ、銃は手製って話なんだけど、はい、最初は爆弾で殺そうとしてたらしいんです。あ、そうなんですね。で爆弾で殺すと多くの人を巻き込んじゃうので、うん、彼だけを狙うために銃に変えたらしいんですよ、うん、だから手作りでは爆弾から手作りだったんですよね。あ、火薬ね。そうそうそう、火薬で、はいはい、だからまあ確かにその流れでいくと銃も手製っていうのが分かるなみたいな。確かに。だからそれ考えると、あ、で、まあ、分かれば分かるほどそのなんていうかプロファイリングの決めつけって良くないなというか、うん、なんか事件、まあ、海外ドラマ並みに、まあ、海外ドラマって言うと不謹慎だけど、いやでもすごく奥が深くて、うん、しかもこの段階でこの情報なんで、はい、まだその自民党とその何新興宗教の絡みとかいろいろありそうじゃないですか。そうですね。そうで、あと、まあ、安倍さんっていう方が、安倍晋三さんっていう方がいて、まあ、世界的にも評価されていて、多分あのさっきのニュースに出てたんだけど国葬が決まったみたいな、あ、国葬されると、はいはい、もうそれってほとんど日本人っていないんです、国葬された人って、はいはいはい、まあやっぱそれなりの評価も受けてるし影響力がある一方で、やっぱりその闇もあるというか、うん、でもその闇も、うん、
おじいさんからのしがらみだったりとか、うん、あの頼まれたら断られないとかいろいろあるじゃん、政治家って影響力ある人ってみんな近づくんで、うん、というのも YouTube とか見ててもいろんな人が、僕と話した時の安倍さんはとか言ってるんですよ、はい、ということもいろんな人とつながってるんですよね、はあ、でそうすると頼まれたら断れないとかいろいろあると、それはね、善悪の区別もつきにくいというか、はあ、悪だとしても、まあ自民党にお金が入るし、これやむを得ないだろうなというのもあっただろうし、はいはい、そんな中にいる安倍さんっていうね、うーん、だからそう考えると、まあ、人間ってすごい複雑だなっていう、いやもうすごいですね、うん、これを恋愛できると、はい、決めつけるなっていう一言あと善と悪じゃないっていうか、あ人はいろんな側面があり、はい、しかもなんか統一教会と関わってて、例えば献金をもらってたとしても、はい、あのそれが安倍さんが悪いからとも思わないっていうか、うん、なんか流れとかしがらみとか、うん、なんかいろいろあるじゃないですか、うん、まあ、トランプに頼まれたらどうしようもないとかあるかもしれないしそんな単純じゃないよなみたいな思うし、うん、あと山上徹也もこれ やむにやまれないどうしようもなくてここに行っちゃうんだろうなっていう、だってみんな お父さんとお兄さんが自殺してお母さんが全ての財産を寄付して、うん、確かこれ本当かどうか分かんないけど、そのお兄さんの手術とかいろんなものに使えたお金を寄付しちゃってるっていうか、いやちょっともう、まあ、そうなると思うね、うん、でお母さんの一言みたいな最近載ってて、はい、あのうちの子供がすいませんとか言ってるんだけど、あ、はい、まあ、それもお母さんも、まあ、自分の息子が、まあ、小児がんになったりとか、はい、まあね、いろいろお父さんが旦那さんが自殺したりとかいろいろあったんで、あ宗教に入るってことが あるだろうなっていうか、うん、まあ、分からんでもない、統一教会もある時期まですごいひどかったんですよ、はい、でも、まあ、その以前のなんか桜田淳子だから何人かの芸能人が、はい、あの統一教会ですごい有名になっちゃって、そこでめちゃくちゃ叩かれて、はいはい、ちょっとブレーキを踏んだっぽいんですけれども、はい、そうしたらなんか昨日ぐらいに、うん、弁護士団みたいのがあの統一教会に言ってる記者会見全部嘘ですみたいなことを言い始めて、うん、なんか聖書みたいなのを出してきて、はい、この聖書いくらするか知ってますかとか言って、はい、その統一教会の聖書ね、うん、3000万しますとか言って、これをみんなに買わせるんですとかなんか言って、うん、5冊買ってる人もいて、そうすると1億何千万ですねみたいな、はい、だからやっぱ相変わらずそういうことしてるんですよみたいなことを弁護士たちが言うわけですけど、うん、まあ、そんなすごいすごいこれすごいいいですよね、すごい、はい、すごい、じゃあ次行きますか、はい決めつけるなということ、決めつけるな、そうプロファイリング、だから安倍さんが悪いとかね、政治絡みで、うん、民主主義に対する挑戦だとか、うん、全部なんかちょっと違うよっていうか、それはだから恋愛もそうだよと、彼がこうだって決めつけるなっていうね、あ、いろんな側面から、いろんな側面から見ないと彼は見えないんで、まあ、電話相談とかでもいろいろ聞いて、あ多分こういうことなんだろうなみたいなところにたどり着かないと、はい、やっぱ復縁とかうまくいかない、あその背景が見えないとね、はいはい、でも結構多くの相談する先生が、はい、なんかそれっぽくなると決めつけちゃう、まあ、人間みんなそうなんですけど、うん、まあ、でも分かりますよ、うん、うん、じゃあ次行きますか、はい、行きましょう、かなりヘビーだと、すごい、ね、もうなんかお腹いっぱいな感じで、ね、はい、質問コーナー、このコーナーは主に恋愛結婚で浮かんだ疑問や分からないことを送っていただき、僕グッドより答えるというものです。トットさん、婚活中です。毎週金土日に違う人かっこまた同じ人と会う生活を2ヶ月ほど続けています。ちょっと今喋りすぎてこう呼吸が苦しくなってる。博士の駆け引きを学び実践すると面白いほど引っかかり、中の上くらいの見た目の私25歳が職場でもアプリでもモテモテです。会った人ほぼ全員に好かれ、すなわち関係が続いています。しかし私は疲れ果て、やることも男も同じ、家庭が違うだけだと思ってしまいました。好きにさせて選べとおっしゃっていましたが、何を基準に、まあ、何を基準に選べばいいんだろうかと教えてください。これどうですか。はい、あのこれ恋活中なんですよね、婚活じゃないんですよね。婚活じゃないんだ、恋活なんだね。恋活だったら別に、ね、選ばなくても、うん、選ばなくても、そしたら何、ハーレムみたいなこと、うん、だって楽しそうだから、誰かと付き合わなくていいと思うね、うん、なんで恋活してるんでしょうね。ね、
婚活だったら、まあ、絶対に選ばなきゃ、一人に選ばなきゃいけないじゃないですか。だけど恋活だったら別に疲れない程度にセーブして楽しめばいいんじゃないですか。あ、それって例えば複数の人と付き合うとかそういうこと。誰か一人を選びたいけど選べないとかそういうことじゃなくて。あ、そうか、まあ、そうですよね。あ、すいません、失礼しました。何を基準に。モテちゃってモテちゃってしょうがないけど、うん、何を基準に選べばいいか分かりませんみたいな。まあ、なんか好きって言ってくれる人たちの中から自分が、あ、好きって思う人を選べばいいんじゃないですか。そうですよね、うん、はい、そうです、はい。いや、なんで婚活してるんだろうってのがありますよね。あ、そうですね。付き合いたいんですよね。ね。だとしたら、自分がキュンとくる人と付き合えばいいじゃんと。まあ、うん、25歳か。25歳だったらまだ大丈夫かな。うん、なんか既婚者とかやめた方がいいですけどね。うん、あ、そうですね、はい。そういうなんか危険な人は避けて、うん、まあ、好きだなと思える人。まあ、何回もデートして、結局そうなるとやっぱり恋愛に慣れしている女性の扱いの上手い人が付き合うんだろうな。それがやっぱり居心地いいですからね、うんうんうん、はい、まあ、それでもいいかもね、うん、はい。僕はもう婚活と思ってたんで、うんうん、はい、恋活だったら自由ですね、うん、はい、はい、あ、まあまあちょっと待って、基準でいくと、はい、まあ、キュンとくるかかな、あの日々が楽しいか、うん、はい、あのフィーリングで付き合えばいいと思いますね、うん、まあまあ今年中に一人ぐらい付き合ったらいいと思いますね、うんうんうん、はい、ありがとうございます。次、きのこさん。博士こんにちは。梅雨も明けてどんどん暑くなり、蚊取り線香や花火の火薬の良い香りがしてまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。蚊取り線香使ってます。あ、私使ってます。ああ、そうなんだ。庭仕事するとき。あ、そうか、うん、全然使ってないからピンとこないっていう、うん、花火の火薬の匂いとかも全然嗅いでないもんな。うん、お祭りあんまりまだないですよ ね、 そうですね、うん、また相談させてください。先日月晴れしている彼から遊びのお誘いの LINE が来ました。沈黙1年後、数ヶ月おきに様子伺いの LINE が来ており、博士からはランチに一度行けたらいいですよねとアドバイスをいただいていたのですが、勇気がなく私からは誘えませんでした。一度向こうから新年会のお誘いが来ましたが断ってます。これは僕の言う通りにしてないってことですね、うん、たまにあの電話相談でもいるんですよね、はい、助言したけど言う通りにしてなくてまた相談してくるっていう。もうじゃあ意味ないじゃんっていう助言の、うん、先日また様子伺いの LINE が届き、しばらくしたら地元に戻るかもしれないからその前に遊ぼうといった内容でした。軽い感じで OK とだけ返し、何気ない LINE を既読スルーし、そのまま詳細などが特に決まらず数週間経ちました。この日か、こちらからこの日空いてるよなどと言い出すと引いてしまいそうなので、相手の出方を待っている状態です。日にちはみんなでなのか2人でなのかなど、それとも一度こちらから行ってみたお店があるんだけどどうなどと投げかけた方が良いでしょうか。よろしくお願いします。これはどうしたらいいと思います。はい、最初の方の、はい、一度向こうから新年会の誘いが来ましたが断っていますって、なんで断っちゃったんだろうって。その下の方に書いてある、なんか書いてあったような、どこ。あ、はい、あ、恥ずかしいところがそんな感じの。あ、そうなんですね。あ、恥ずかしかったんですね。はい、しばらくしたら地元に戻るかもしれないからその前に遊ぼうといった内容で様子伺い、勇気がなくてって感じだろうね。勇気がなくて、はい、どうぞ。あ、はい、っていう、その前に遊ぼうって様子伺いの LINE が来たんだったら、もうそれにかぶせて行ってみたいお店があるんだけどどうとか言ったらダメでしたか。よかったです。あ、やっぱその演じる対演じる役ですね、うん、だから好きとかじゃなくて、友達としてみたいな。そんなに大好きと思われなければ問題ないと思うので、うん、そうね、こっちから連絡してもいいんじゃないですかね。行ってみたいお店があるんだけどどうと。まあだから、いつだっけ、うん、実家に帰る前にどっか行こうでしたっけ。
地元に戻るかもしれないからその前に遊ぼうって、うん、そうね、そしたらそういえばどこどこのお店あの美味しそうなんだけど行かないっていうふうに言ってみたらいいと思いますね。まあ一回会ってほしいですね、うん、そしてこのきのこさんが、まあ、見た目の伸びしろがあるならば磨いて、うん、あのやっぱ可愛いなみたいに思わせるのが重要でしょうね、うん、一回会わないとこの硬直状態がちょっと変わらないんですよね、うん、でそこでいろいろ聞いてほしい、その最近どうなのみたいな、うんうん、で情報が得られれば次 の, あの戦略が練りやすいと、うんうん、そうです、せっかく誘ってくれてるわけだから乗った方がいいです ね, そ, うですね、うん、その時に好き好きモードを出さなければいいなと思います、ね、ああなるほど、はい、はい、PS デスノートは名作なのでぜひ読んでいただきたいです。デスノート見ました？読みました。僕はアニメで見ました。アニメで見たんですか？あ、自分の子供に聞いたらアニメの方があの本の方がなんかいろいろ複雑だけどアニメの方が面白いよって言われたから、はい、へ、見ました。あのアニメじゃなくて原作全部読みました。原作は面白かったです。アニメとアニメって違くないですか？違うんですか、ね、わかんない、アニメは見てない、見てないんでね、アニメは見てないです、はい、まず、はい、まあ面白かったです、最後に見たんでアニメ、あ、はい、でもまあ少年向けてからかもしれないけど、はい、穴がいっぱいあるなとは思いましたよね。穴、はい、まず FBI 来ないだろうってまず思いましたFBI ってアメリカの国内の話だけなんで、うん、あ、そっか、日本なんで FBI が、うん、FBI って言いたくなるけど、あのなんか中二病的には、あ、ほら、あ、でもほら、あのライトが、ライト、はい、あのライトがあの結局海外の犯罪者も殺し出したじゃないですか。いつ？FBI が来る前に。FBI、そうじゃなかったっけ？すみません、私10年以上前に読んだから。あ、そうか。うん、あれなんです。じゃあ今思い出しながらやってます。思い出しながらやってます。だからじゃない。だから世界が動いたんじゃない。世界中にまであのキラが動き出したから。うん、あ、じゃあ僕は間違ってました。そこ、うん。アメリカ人も殺したんだ。あ、多分あの。あ、じゃあ FBI 人。世界の犯罪者の名前を書き出して全員殺し出した。たんじゃなかったっけ。いや、そうかも。だとしたら出ましてないと FBI は動かないですよね、うん、あと警察の仕事じゃないだろうと思いましたね。はいはい、だって書いたら死ぬってありえないですもんね。うん、まあ、それはいいとして、はい、あと出てくる人たちが全員メンタリスト大吾みたいなキャラだなと思ってそんなに切羽詰まって、僕がキラだったら、はい、とりあえずしばらく殺すのやめるし、はい、別にその死ぬ時間とかもうちょっとこう先でもいいじゃん、 そんなにいっぺんどんどん殺す必要もないっていうか、うーん、まあそうですけど、なんか即効性みたいな、なんか悪いことしたらすぐ死んじゃう、死ぬんだよみたいな。でもそれは最初のうちはいいけど、疑われ始めたら、うん、あんなことになる前にもうちょっとごまかす。あ、世の中 の, その連続殺人って、はい、みんな連続殺人が好きなんで、多くの人が、はい、うん、あのファイリングされててこうなんか、はい、こういう風な流れで、殺してますよっていうのはよくニュースというかあのファイルされてるわけですよ、はい、でそれ読むと疑われると一回こうしばらく殺人やめたりするんですよ、ね、はい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 、でそのまま消えちゃう人もいます、あの見つからずに、はい、まあそうするだろうなと思うんですけど、うん、相変わらずギリギリなことしながら殺していくっていうあともう一つ、あの八神ライトの八神お父さん、はいはいはい、お父さんってすごいコンサバティブな昔っ子的な人じゃん、はいはい、それが息子にさ、ライトって名前つけると思いました、うん、あ、ジャンプだからでも面白かった、うん、でも確かに最後まで読んじゃった、はい、あ、面白かった、面白かった、面白い、うん、読ませますよね、最後まで、うん、いや、なんかこうあのキラは自分の連続殺人犯みたいに自分の快楽のために殺してるんじゃなくって、単にこう世界を良くしたいっていう、そういう初動はそういう感じだったんですよ、ね、はい、うん、そうですね、いや最後までそうですもんね、うん、そう、なんかそういう、だから止まらない、そういう、なんだっけ、M ボマーっていう人がいて、はい、それも世界を良くしようとして、はい、なんか大学とかに爆弾を送りまくるみたいな人がいたけど、はい、その人もしばらくなんか姿を消してて、はい、あ、でもやっぱり八神ライトみたいになんかテレビ局になんか送ったりもしてたな、すごい、あの有名な大学の、はい、
先生みたいなのしてる、数学の先生みたいなのしてる人は、はい、あの連続殺人をするっていうか、そう本当に行った本当に行った人ですか、ね、不祥事を起こした大学とかに送るんですか、なんかそれもすごく、興味深くて、はい、なんかまあとにかく IQ がめちゃくちゃ高くて、まあ、いい大学に行くんだけれども、うんうん、そこであのその数学の先生が、うん、心理学棟に立ってるんですね、その数学の棟が、はいはいはい、ミシガン大学かどうか分かんないけど そこで、はい、心理学の被験者にさせられるんですよね、その M ボマーっていう人がね、 M ボマーってあだ名ですけど、はいはいはい、で それが、みんなの前でこれまで学んだことを、はい、何も分かってないって恥をかかせるっていう、はい、なんかこうそれで人格が壊れるかみたいな実験の被験者になってるんですよ、本人は知らされるまま。何歳の時ですか？18とか19じゃない。ああきついですね。そんなことあるみたいな。でそれでなんか大学の先生までしたけど途中で辞めちゃって山にこもるっていう、はい、そこからこう自作で爆弾作ったりして送りつけまくるっていう、へえ、そんな人いるんですね。捕まったんですね。そういう意味では、うん、キラみたいな人いますね、うんうん、でもなんだろうな、あのデスノートのルール多すぎでしょただし14日以内ならそれを解除されるとかあれ単行本だとなんかいっぱい書いてあるんですよ、もう英語 で、ね、英語で、うん、まあでも面白いですよ、うん、あよかった、あよかった、すごいな、駆け引きとかあったでしょ、うん、それがなんか、なんかなんだろう、メンタリスト第5対メンタリスト第5みたいな、あ、じゃあ、なんていうかな、分かりやすい、あ、うん、そこまで思い込む、なんていうかな、攻撃的ですかみたいな分かりました、うん、ありがとうございます、うんうん、はい、トットさん、あ、だから映画になるんですよね、多分デスノート確か、もう映画の実写のもなってます、アメリカで、確かハリウッド映画、日本ではもう10年以上前になって確かね、デスノートってハリウッド映画になる、ハリウッド映画になるんですか、すごい、へえ、そうなんだ、はい、へえ、まあ、ハリウッド映画になると失敗するっていうのはありますよね、あ、そうなんですか、ストレンジャー、あ、ハリウッドで再実写化、ストレンジャーシングスって有名なあのネットフリックスのやつがあるんだけど、へ、そのコンビが作る、へ、ネットフリックスで映画なのかな、あのデスノート、これか、へえ、ハリウッドで再び実写化されることが明らかになった、うんうんうん、へえ、面白そうですね、うん、そうね、ちょっと一応見てみようかな、うん、はい、うん、はい、では次いきますか、はい、ありがとうございます、トットさん、はい、2問目です、うん、お許しください、いや、もう何問書いてもいいですよ1問目ちゃんと遅れたか不安です、はい、遅れてました、うん、質問、博士の理論は外国人にも適用されますか、文化考え方違っても男性には適用できますか、これは適用できます、うん、あの結局リスクに対する考え方とか価値とか魅力って全ての人間同じだと僕は思っていて、うん、あとはその何がリスクかとか何が価値かっていうのが文化によって多少違うので、まあ、彼の価値観とかを文化的な背景とともに理解すれば彼は理解できますね。でさっきの何神だっけ、山上哲也さんも何も理解せずに彼を理解しようと思ったら無理だけど、さっき言ったね背景がいろいろありますもんね、うんうんうん、まあ、あれもちゃんと理解、もうちょっと深く深くしてればなんか矛盾なくそうしちゃうだろうなとかいうのが分かると、うん、まあ、どうしたらいいか分かるってことですね、うんうん、なんでこの外国の方もまあ、恋人とか狙ってる人とかいれば、まあ、僕実はその世界中いろんな国々にいる日本人の女性からも電話相談されるんですけど、はいはい、まあ、海外の人の男性も大体同じように振る舞ってますね、うん、はい、なんか、愛が何だか分かんないとか言い始めたりしますね、うん、あともう一つ昔なんかインド人の彼氏かなんかの相談で、はい、もうなんか風習とか宗教を利用して嘘をつく人も結構いるんですよね、ヒンズー教ではこうなんだみたいな、はいはい、いや そういうのはやっぱり、もっともらしい理由として言ってくるから、はい、うちの宗教だとこういうことはあの付き合う前に体の関係を持つのが普通なんだとかいろいろ言ってくるから、それ単純にその日本人が適当な理由で利用してるのと同じなんで、うん、そこもそのまま鵜呑みにせずにちゃんと知ってほしいなというのがありますね、うん、
そうすれば同じです。海外の男性にも適用できます。はい、次プチスピ。このコーナーは自分の身の回りに起きたちょっとスピリチュアルな体験みたいなのを送ってもらってます。ファンさん、プチスピに投稿します。たった数分前の出来事です。私は車で移動中、トイレへ寄りたくなったのと冷たい飲み物が欲しくて、近くにあった大きめの100円ショップへ立ち寄りました。大きめの100円ショップだったのですが、トイレは1つ。歩くスピードが人の 3.4 倍はかかるヨボヨボのおばあちゃんがトイレの方向へ向かっていったので、私はひとまず我慢。偉いねこれね。うーん、優しい。その 3.4 倍で追い越していくって人もいますもんね。います。うん。まあまあどこまで切羽詰まってたかもあると思うけど飲み物を何にするかだけ先に決めておこうと冷蔵コーナーを見に行きました。 2,30 種類ぐらいある中で、珍しく久しぶりになんとなくナタデココドリンクに目が行き、トイレを出たら買おうと決めました。そしてトイレへ戻ってもおばあちゃんはずっと出てこなくて、私の後ろに人が並んだりして、やっと私の番におばあちゃんになると大変だなぁなんて思いながらトイレを済ませて、そして冷蔵庫コーナーへ。するとそこにまた先ほどのおばあちゃんが冷蔵庫の扉を開けるのに苦戦している様子。手伝おうかと迷っていたら、なんと自力で開けられて、なんとっていうか、まあ自力で開けられていて、そしてなんとナタデココドリンクをカゴに入れてました。おすすめシールが貼られてたとか、そういった特別感はなかったのに、不思議だな、これはプチスピかもと思い投稿しました。どうですかこれ。うん、いやすごい、プチスピ、はい、そうかね、プチスピ、スピスピプチスピとスピの間ぐらいかな。あの、うん、これで思ったのが、はい、昔が NHK スペシャルで紹介されていた、うん、なんか超常現象っていう特集があったんですよ、うんうん。まあ、それも含めて僕が信じてるスピリチュアルなことが一つあって、はい、なんかそれ、その実験って何かっていうと、うん、まあ、それもちゃんとした大学で実験してたっぽいんですけど、はいはい、まあ、電話がなんかこう置いてあって、はい、4つから置いてあって、はい、でどっかから友達から電話がかかってきますと、はい、でどれか決めてくださいっていうのがあって、はい、でこう被験者は誰からかかってくるか、誰かからかかってくるか分かってる、親友からかかってくると、はい、で、まあ、2番ですかねっていうと、はい、まあ、それを知らずにこうかけてくるわけですよ。で2番だったら当たりで、はい、それ以外だったら外れっていう、そういう実験があって、はい、それが優位にどの電話からかかってくるか当たるっていうことをやってたんですよ。つまり、はい、なんかこう虫の知らせ的なことを感じるというか。へー。あとこれもやってたんだけど、同じ番組でやってたんだけど、ある人を MRI とかなんかその磁気共鳴なんとかっていうので、その脳みそをリアルタイムでモニタリングすると、はいはい、で、脳波を見てるんですよね、はい、でその隣の部屋で、これも前に言ったかもしれないけど、はい、ランダムに写真を見せられる、うん、僕がその部屋になってって言ったら、はい、あかりさんがそういうランダムに写真を見せられる、はいはい、なんかイチゴ、うん、セロハンテープみたいな、はいはいはい、そうで時々こう人が刺されてる、うん、画像みたいな、うん、人が刺されてる画像ってすごいショッキングじゃないですか、うん、でそうすると心が動くじゃないですか、はい、それを感知するんだけど、はい、その隣の部屋にいる、完全に隔てられた部屋にいる、はい、その僕も脳波が動くんですよ。ええ本当にってやってたんですよ。へえ。でしかもちょっと不思議なことなんだけど、はい、そのあかりさんが見る前、はい、ちょっと前に動くらしいんですよ。えだから因果も逆転してるというか、まあ、その辺不思議だとか言ってたけど、まあ、それはさておき、はい、なんかこうそういうのが伝わるって話をしてるんですよね。それを思い出しました、このナタデココ。だからそのファンさんがナタデココ、ナタデココ、ナタデココって言ったら、そのおばあちゃんがなんかナタデココかなみたいな。へー。あ、いや先におばあちゃんかもしれないですよ。先にあー、そうか、あ先におばあちゃんナタデココ、ナタデココとか思ってたら、うん、その影響を受けてファンさんがちょっと先にファンさんが察知してナタデココっての面白いね、なったのか、うん、かもしれないっていうね。だからスピですね、これはね。すごい。プチスピ超えちゃってましたね、これは、ね。はい、すごい。はい。で、プチスピ投稿した後に、例のナタデココドリンクを見ながら、スタンド FM で過去のゆるふわな番組を聞いていたら、はい。なんと、だから、スタンド FM っていうアプリで、昔の、はい、なんて、ゆるふわな番組をずっと流してるんですよ。へ毎日投稿して、うんうん。そしたら、79回で、博士が番組の中で、昔ナタデココとか流行ったよねと話題に、ナタデココ見つけたらまた買っちゃいそうです、美味しかったです。これもすごいよね、うん、すごい、すごい、はい、なんかありますかプチスピ、プチスピ、はい、
じゃあ簡単に、はいはい、簡単にまだあと15分ぐらい、あ、大丈夫ですか、はい、あの美容院行ったんですよ、はい、でこう最初髪をこうチョキチョキ切ってもらってる間に、はい、なんかこうふってこう頭に浮かぶ音楽ってたまにありませんか、ありますね、あります、でその時宇多田ヒカルのビューティフルワールドっていう曲が劇場版エヴァンゲリオンの曲なんですけど、はい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 、でそれがふって浮かんで、あ、聞きたいと思ったから、もうお店美容院終わって出たら聞こうって思ってたんですよ、聞こうって思ってて、じゃ あの髪切り終わったからシャンプーしますねって言われて、はい、シャンプー台に行ったらそこリラックスできるように薄暗くなってて、うん、オルゴールで音楽流れてて、うん、それが宇多田ヒカルのビューティフルワールドのオルゴールバージョンが流れてて、それはあの実は入る前から流れてたんじゃなくて、いや違う、だってそのブースに行かないと聞こえないから、ちょっと聞いてたので、いや、そんなことない、うん、あのいや本当すごい偶然、うわすごい、うん、すごいね、でしかもオルゴールって結構すごいね、そうリラックスできるように、うん、だからあすごいって、うん、あって感じしますね、はい、面白い、それはスピですね、え、あこれスピですか、プチスピってもうちょっとこうギリギリなんで、あ加減が難しい、はい、どこあったかな、うん、プチスピ、どっかにあったはずなんだけど、ちょっと待ってくださいよ、はい、あった、最近あの桂木由紀って知ってます、ボヘミアンとか歌ってる人知らないね、ごめんなさい、その人が亡くなってたんですけど、がん、はい、でね、はい、出身地を調べたら、はい、まあ、岡山県だったんですけど、はい、僕の好きなお笑い芸人っていうか岡山県出身で、うん、最近こういろんな人がみんな岡山県っていうのがあって、うん、まあ、それだけですね、うん、あともう一個あった、はい、七夕の願い事の由来っていうのを調べたんですよ、はい、七夕って短冊になんか書いてますね、書きますね、うん、あれって何なのと思って調べたんですよね、はい、でそれを見てたら、はい、監修者っていうのが僕の知り合いだったっていう、そのだから監修者、その記事の監修してる人が、はいはい、僕の知り合い、あ、まあ一回何回も会ったことがある人だったっていうのが、ライターさん、学者、へー、うん、あ、へー、うわっと思いましたね、はあ、以上ですね、はいじゃあ次行きましょう、はい、どこだ、待ってくださいよ、はい、どこやるか分かんなくなっちゃうんだよね、あった、うん、思っちゃったんだから仕方がない、うん、このコーナーは日頃思ったことを送っていただいてます、爆食問題カーボーイというラジオでやってるコーナーからパクってきました、ハンさん、男好きの私、ローソンの無料アプリを入れていて、無料のポンタ会員に入っていると、7月は無料でチュッパチャップスが1つもらえたので、ちゃっかりもらいました。30円ぐらいですね。うん、棒に丸いキャンディーがついているあれです、はい、うんうん。久しぶりに食べようとすると、全然開けられない。キャンディーのすぐ下の部分でシュワシュワになっている部分、しっかりと止められている部分があまりにも硬すぎる。手を取るのは諦めてペンチを使っても一苦労。チュッパチャップスって子供向けじゃないの？いや、棒付きで舐めながら、転んだら危険ながら子供は一人で舐められないように、大人が開けてから舐められるように、最近はわざと開けにくくしてるのか、昔からなのか、最近だけなのか、今回がたまたまなのか、そうだとしても理由がわからないけれど、もう買わないけど美味しいし、またもらえるときは買おうと思っちゃったんだから仕方がない。うん、これどうですか、わかりますこれチュッパチャップスって、まあ、僕もたまに食べるけど何年かに1回、はいはい、めちゃくちゃ硬いですよ、硬いですよね、ギーってあれそれあのずっと前からですよ多分、うん、あれ何なんだろうあの硬さ、あれ多分検索したらいっぱいできそう、うん、リアルタイム検索でチュッパチャップススペース開かないでいっぱいできそう、開かない、今現在この瞬間にもチュッパチャップスが開かずに困ってる人がいるはず、どうにかなんないんですかね、なんか理由があるんでしょうね、うん、メーカーにクレーム来ないんですかね、硬いですって言って来るかもね、うん、来るけどなんか理由があるんだろうな、理由コスト削減とかなんか、うん、あれはなんだろう、飴ってくっつく力があるじゃん、はい、はい、あの力でくっつけてるんですかね、いや多分あれなんか接着剤ついてますよね、ついてる、キーってなんかわかんないけど、だってあんな硬いのね、確かにそうか、うん、なんか絶対理由があるな、まあまあそんなそれを調べてたら、それを調べたら大変だけどやめとこうけど、これファンさんね、あのこれあるあるですね、うんうん、あのみんな共感してると思います、うん、あのチュッパチャップスダイソーとかにもあるけど、うんうん、
ありがとうございます。次いきます。ファンさん、部屋の冷房が設定温度の割に効きすぎて寒かったので、うんうん、少しだけと思ってエアコン自体を止めました。そして気づいたらいつの間にか寝てたのか、暑い、あれやばい、動けない、意識がぼーっとしてはっきりとは覚えていませんが、室内の温度計を見たら30度は軽く超えていて恐怖でした。死にたくないとゆっくり気合いで少しずつなんとか動いてリモコンまで必死でたどり着き、冷房をつけてたまたま近くに置いていた蛍光補水液を飲んで、だいぶ動けるようになってからカルピスを飲んで冷房も効いてきて復活しました。孤独死ってこんな感じなのかなと、とても恐怖でした。人間って簡単に死ぬんだなと思っちゃったんだから仕方がない。というか博士アシスタントの方、博士チルドレン、皆様をお気をつけください。はい、どうですかこれ。あ、危ないですね。危なかった。そんなにやばいかな。やばい。まあ30度ですか、うん、まあやばいっちゃやばいのかね。あ、ちなみに僕の部屋あのクーラー効いてないんですよ。うん、寝るとき、寝るときっていうか全然僕の部屋にクーラーがないんですよ。あ、なんだっけ、あれ奥さんがつけてくれないんですよね。そうです、あの子供部屋にはついてるけど僕の部屋についてない。子供部屋にはついてるのに、はい、勉強するからですかね子供は。そうですね、あとまあ子供はちゃんと健康に気をつけないと大人は大丈夫でしょうみたいな。いや、うちの妻はほとんど使わないんですよ。あの奥さんがすごく倹約家なんですよね。そうなんです。だから暖房もエアコンもない、冷房もあんまりつけさせて、そうです、つけるのに許可がいるんですよね確か。冷房まあないんで許可もないから。ないんです。でもそれで思ったのが、はい、冷房なくてもなんとか大丈夫と思ったんで。そっか、30度ってあのなんかどこだったかどっかの、うん、東京大学かどっかどこだったか忘れたけど、うん、まあ、仏教の授業かなんかで、はい、最近飢餓っていう言葉を使っても誰も、まあ、昔は飢餓っていう言葉があるじゃないですか、お腹減ったっていう、はいはいはい、学生に言っても誰もピンとこないみたいな話をしてて、でそのすごく便利になってくると、うん、まあ、暑いっていうのが、うん、まあ、暑かったらすぐクーラーつければいいんで、はいはい、なんかちょっとしたことで耐えられなくなってる人たちがいっぱいできてると言っていて、まあ、もちろんその熱中症とかあるからね、あのそれは絶対気をつけなくちゃいけないんだけれども、はい、一方で、まあ、僕はその夏を一番堪能してる人の一人だなっていう。作業効率は下がりませんか、暑いと。ぼーっとしますよね、ね、はい、本とか読めるんですか。まあ、それはクーラーの効いたどっかの外で、あの外どっかその喫茶店とかそっちの方がかかってるんじゃないかと。そっちに行ってるんです。そうですね、コーヒー代が、まあ、夜寝る時だけですよね、クーラーがないっていう。あ、ない、はい、はあ、寝れます。扇風機か、扇風機、あのね、うん、いろいろ調べると、はい、扇風機あります。あで、うちは庭があって、はい、庭に芝生があるんで、はい、まあ、結構あったかさは、はい、あの暑くならないっていうのもあるし、風通しもすごくいいんですよ。あ、いいですね。家と家は隣同士じゃないっていうか、はい、で外に扇風機を置き、部屋の外ね、はいはい、外から風を送ると、はい、涼しい風が入ってきていい感じになるんですよ、はいはい、ドア開けて、ドア開けて、はい、扇風機を外に置いて網戸を閉めて、はい、外からこう中に扇風機を入るようにするんですよ風が。へえ、はい、でそうすると部屋の中に風がこう循環して、あ、はいはい、まあ、夜は過ごしやすいですよ、ね、うん、これ毎年これで乗り切ってますね。僕は熱中症で死んだらそんなこと言ってたなって言った時なんかね、家でも試されてるってすごいですね。そうやってなんか試されてるっていうか、なんかその、はい、家でもサバイブしなきゃいけないっていうのが。あ、でも慣れですね。慣れか。慣れですよ。はい。なるほど。次いきますね。はい。じゃあちょっとメッセージのコーナーまずいきましょう。はい。あのもらったやつを全部読んで。はい。このコーナーでは皆さんからいただいたメッセージを読んでいきます。トットさん。はい。京都でおそらく畑美智子さんに会いました。はい。お蕎麦屋さんのカウンターで隣に座られました。はい。とても綺麗でした。というメッセージが来てますけど、うん、畑美智子さんって知ってます？あ、女優さん？みたいですね、うん、はい、ちょっと僕は存じ上げないんですけれども、あ、はい、なんか有名人が近くに来たとかあります？芸能人とか、芸能人、あります、あります、あのちょっとそういうエピソードちょっと、え、言っていいんですかね、なんかあの、言っちゃいけないことないんじゃない？あ、銀座のスタバで、はい、あのオードリーの、はい、若林さんがいたんです、そこに。へえ、なんか、あ、でも帽子かぶって、でも普通に喋ってました。誰と？
男の人、仕事関係、打ち合わせですかね。なんかはい、あんな感じでした。あんな感じでした。顔、あーって言って、ああ別に話しかけるわけでもなく、全然そんなのしないですよ、プライベートだから。ここはどうですか。あの、あ、仙石先生って知ってます？あの、あのヘビ、ヘビとかが、爬虫類の研究者の先生、はい、あのちょっとこうオタクっぽい感じの、そう、はいはいはい、知ってます。動物番組子供の時から好きで、はい、仙石先生すごい知ってて、はい、で上京して山手線にこうやって乗って本読んでたら仙石先生の声が聞こえるから、はってこう前向いたらそこにいて、あの迷彩柄のズボン履いて、で隣にもうあのまんまの格好で、本物で、で隣に多分テレビ関係の人がいて喋ってて、あ、そうなの、じゃあ間違いないですね。うん、喋ってこう耳そば立ててたら、なんか芸能人の話してました。何々さんはいい人だったとか、あ、そうだ、だから、あ、仙石先生だって、うん、その二人ですか。あと何だろう、あるのかな、あ、うん、映画の女優とか、あ、試写会とかで呼ばれた時に、あ、うん、もう普通にいるみたいな。そうかそうか、うん、たまたまじゃなくてね、で呼ばれたんですよね。でそれで、あ、たま、あ、そうか、たまたまじゃないですね、それは、うん、仕事ですもんね、うん、うん、ですかね、博士。なるほど、うん、僕は、はい、たまたま、たまたまで言えば若林さんにも会いましたね、僕も。あ、たまたまですか。あの別の仕事で僕はその、テレビ局に行って、別の番組で若林さんがいて、はい、たまたま会って、僕ラジオ聞いてるんですよって言ったら、わけわかんなくて、僕はね、文脈も何にもなく来たんで、はい、ありがとうございますって言って去ってきました、ね、あ、普通の人だと思われちゃった。なんだこいつだと思われちゃった、ね、あと、有名人、たまたま有名人、まあ、ほとんど僕なんか見てないんだよな、あの前を、はい、だからなんかあるじゃん、友達とか同僚とかでいません、やたら芸能人に会う人みたいな、誰々いたよみたいなこと言ってくる人いません、はいはいはい、はい、そんなに周り見てないんだよな、はいはい、うん、イヤホンつけてます、いつも。イヤホンつけてます、移動中、移動中イヤホンつけてるし、気づきづらいかもしれない、まあ、場合によっては本読みながら歩いてるってよくないことをしてますんで。ないですね。でもいますよね、あの、いますね、うん、普通に人ですからね。そうね、あ、うん、なんか、うん、なんかニューヨークに留学してた友達が、はい、あのニューヨークのスタバとか座ってると普通にここに宇多田ヒカルがいたりしたって言ってました。あ、はいはい、宇多田ヒカルね、うん、その前から有名人になっちゃいましたね、まあ、有名人になった時からしか知らないけどね、宇多田ヒカル、はい、中2とか中3ぐらいですね。あ、時間大丈夫、うん、あと3分あります。あ、どうぞ、うん、なんか有名人の話をしたいけど何も会ってないな、仕事以外で会ってないですね、うん、うん、会った気がするけど忘れちゃいましたね、うん、まあ確かに、次はこれで終わりですけど何かありますか、あの、思っちゃったんだから仕方ないとかいろいろ、え、なんか、あ、最近思ったことが、はい、なんかこれ博士って電話相談高額じゃないですか、はい、3万円って3万3000円税込み高いですか、高額じゃないですか、うん、だからだけどこれいつもジュースなんか百何十円のジュースでいつもすごい喜んで、すごいっていうかなんか普通に喜んでくれるから、うん、なんか親しみやすいなって思っちゃう。いや、みんなそうじゃない。そうですか、そこに置いといてとか言う人いないんじゃない。あ、なんかそうですね、まあそれやっぱ好意的に見てるからですよ。あ、そっか、やっぱ人って好意的に見るとそういうのあるんじゃないですか。あ、そう、それがなんかちょっと僕のこと嫌いだとすると、はい、なんだろう、なんかこう別の解釈するかもね。うん、はい、そっか、はい、やっぱでもありがたいって大事ですよね。ありがたいっていう姿勢ってすごい大事ですよね。うん、うん、そうですね、うん、やっぱありがたいって思うようにしないするとなんか幸福っぽくなるし、うん、やっぱ本当ありがたいことではありますよ、あの、うん、まあ、電話相談も、はい、今1ヶ月ぐらい先まで埋まってるんですけど、うん、まあ、そこまで必要としてくださってありがたいっていうのがありますよね、うん、はい、じゃあ終わりますか、はい、じゃあ皆さんまた、はい、次回まで、さようなら。ありがとうございました、はい、さようなら、さようなら。